けじくじく。はい、どうもかけじくじくの野村です。さあ今回は接種についてお話しさせていただきますということで、やってまいりました。接種、室町時代中期に活躍した絵師ということで、皆さんも一回は名前聞いたことあるんじゃないでしょうか。はい、いや、接種の生涯とかようわからへんし、代表作もあんまり見たことないけども、なんか名前だけは聞いたことあるっていう方、その通りなんですよ。教科書にも多分載ってたと思うんですね。で、実際この接種さんっていうのはすんごい絵師で、室町時代中期といったらこの接種しかいないよねっていうぐらいのすんごい絵師やったんですよ。で、後々にはめちゃめちゃ影響を与えるインフルエンサーで、現在ではその画業を称えて画聖と言われたりします。画聖、絵の聖人と書いてある画聖、すごいなって感じなんですけども、今回はその画聖雪舟の生涯と代表作を何点かご紹介させていただきます。でもそんな画聖と言われる人だから、さぞかしサクセスストーリーで素晴らしい画業をやったんちゃう、聖人君子みたいにやったんちゃうと思われる方、そうでもないんですよ。そうなんですよ。なぜかっていうと、この雪舟って実はね、苦労人やったんですよ。特に画業の前半戦っていうのは苦労人で、あんまねパッとせんかったんですよ。そうなん、パッとせんかった、なんか最初から生まれてエリートやったんちゃうんですよ。もう苦労に苦労を重ねて、しかも一回ちょっと挫折を味わってるっていう男やったんですよ。そうなの。それがなんで現在画聖になったのかってちょっと気になりません。そう、そこにもいろいろドラマがあって、今回はその辺もまるっとご紹介させていただきます。で、しかも作品もね、そんなもう雪舟さんの作品って言ったら、ほんならもう完璧に仕上がってるんちゃう、パーフェクトなんちゃうって思われる方、そうでもないんですよ。どっちかというと雪舟の絵っていうのはたまに破綻してます。そうだ、画聖の絵やのになんで破綻してんのって。そうなんです、破綻してんのめっちゃ面白いのよ。で、ある専門家の方が言うには、雪舟の絵っていうのは破綻してないと逆に雪舟ではございません、整理整頓されてるのは雪舟の絵ではございませんみたいな感じのことを言われるぐらいね、ボロカスやなって感じなんですけど、でも実際そうなんですよ。結構ね、本能のままに書いてて、たまに、あ、なんかおかしいなみたいな感じだけど、もうこんな感じでいっちゃえみたいな、そんな感じなのが雪舟の作品なんですよ。めちゃくちゃ癖が強くてね、その癖が分かって作品を見るとめちゃめちゃ雪舟のこと好きになれる。今回の動画最後までご覧になっていただけますと、雪舟の生涯も分かりますし、そんな雪舟の人間味、なんか作品を通しての、あ、こんなこと考えとったんかなみたいな味わい深さっていうのも分かりますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは早速進めていきましょう。まずいつ生まれたのっていうと、1420年備中国の赤浜というところに生まれます。はい、備中国赤浜、これは現在の岡山県総社市にあたりますね。岡山県総社市で、どういった家庭に生まれたのかというのは、これはっきりとは分かんないんですけど、おそらく武士の子として生まれたんじゃないかというふうに考えられております。まあ、そんなめっちゃ偉い武士ではなくて、まあまあなりの、まあ、並武士の、息子として生まれましたよ。で、おそらく長男さんではなかったというふうに考えられております。はい、なぜかっていうと、雪舟っていうのは幼少期に近所のお寺に預けられます。はい、法福寺というお寺なんですけども、そこに預けられた、預けられたということは、長男さんやったらね、家継がなあかんから、その預けることはないんですけども、まあ預けられたということはそうではなかったということなんですよ。次男か三男か分かんないですけども、預けられたということで、お寺で幼少期を過ごす形になります。で、この預けられたお寺っていうのがね、めちゃくちゃ地元ではでかいお寺やったんですよ。うん、この法福寺っていうお寺なんですけども、法福寺につながるちっちゃいサブテンプルがなんと55個あるよっていうような、でっかい大規模のお寺に預けられたのが雪舟さんやったんですね。で、まあ、やってたんですけど、まあ、修行してたんですけど、ここで雪舟でめちゃくちゃ有名な逸話エピソードが、あるんですよ。このお寺でのエピソード、涙でネズミを描いたというエピソードになりますね。まあ、これ後年作られた逸話だろうというふうに言われております。作り話だろうと言われてるんですけども、まあまあそれぐらい雪舟というのはこうだったんだよっていうのが分かるエピソードになります。これどういうエピソードかっていうと、まあ、お寺でね、雪舟預けられて、普通やったらお経を読んだりとかね、まあいろいろせなあかんわけですよ。立派なお坊さんになるんやみたいな感じで英才教育を受けなあかんんですけども、雪舟は修行せんと絵ばっかり描いとったらしいです。まあちっちゃい時から絵が好きだったということで、絵ばっかり描いとったら、さすがにお師匠さんがもう怒ったらしいですよ。これら雪舟、お前もうお経も読まんと、もう寺掃除もせんと、また絵ばっかり描きやがって、もう他のやつを見習えよ、お前もう許さんみたいな感じでブチ切れて、お仕置きや言うてお堂の柱にくくりつけられて、なんか一人ぼっちにされたらしいんですよ。もうみんな解散、もう雪舟一人にしとけみたいな感じ。なら、まあみんなおらんようになって、雪舟もめっちゃ寂しくなったと。わあ、誰がおらへん、少ないよ、寂しいよ、怖いよみたいな感じでワンワン泣いとったと。まあこれお仕置きやと。やったんですけども、さすがに誰もおらんようになってシーンってしてる中でワンワン泣いとったと。子供ってね、永久に泣き続けれないんですよ。うん、これ子育てしてるから分かるけど、永久に泣き続けれなくて、雪舟もちょっとそろそろ我に返ってきて、なんで泣いとったんやろ、もうどうせこんまんま別におらんくてもまあええかみたいな感じで我に返って、
描いて、なんかちょっと絵も描きたくなってきたなみたいな感じで、割合冷静になって、ただ手はお堂の柱にくくりつけられていて動けないので、ほんならどうしようかなっていうことで、な足が動くか、な足で描いたらいいか、墨とかもないけども、まあ自分が先ワンワン泣いとった涙が床に散らばってるから、この涙に足をつけて足でこう絵描いたらいいかということで、足でね、なんとネズミの絵を床に描いたらしいんですよ。で、そうこうしてたら、お師匠さんね、ちょっと心配になって、まあ、摂取も、まあ、ちょっと悪いことしたかな、まあ、反省したら、もう許してやるか、というふうに、こう、お堂に戻ってきたら、なんか、摂取の足元にネズミがおるっていうふうに思ったらしいんですよ、お坊さんが。あかんあかん、摂取噛まれたら、怪我したら大変や、とか、こらーとか言ったんだけど、全然ネズミ逃げへんな、と思って、よーく見たら、あ、これ、ネズミちゃうわ、本物ちゃうわ、ええやないか、これなんで、摂取お前手を塞がれてるのに、で墨もないのに何で書いた、これ涙かお前、涙で書いた、で、あ、足で書いた、お前足でこんなネズミ書いたのがすごいな、こいつはすごいわ、もうええばっか書いとって怒っとったけど、こいつのこの才能っていうのは育ててやらなあかんな、分かった俺が悪かったわみたいな、これからも絵描いとけみたいな感じになったというようなエピソードがあるんですけど、おそらく作り話だと言われてるんですけど、まあそれぐらい摂取っていうのは、ちっちゃい時から絵が好きだったよっていうことやったんですね。はい。で、まあそういうふうな感じで修行を続けて、まあやっぱりちょっと一発当てようということで大きくなったら上京する形になります。はい、摂取、何歳かというのは分かんないですけども、京都に、行きます。で、当時の京都で聖国寺っていうめちゃくちゃでっかいお寺があったんですけども、そこに行ったっていうのはまず間違いないんですよ、最終的にそこに行ったというのは間違いないんですけど、おそらく直接ダイレクトに岡山県の法福寺から聖国寺に行ったんではないんじゃないかなっていうふうに考えられてます。これなんでかっていうと、法福寺っていうのは東福寺系の松寺やったんですね。で、聖国寺っていうのは聖国寺派の本山、大本山のお寺なんですよ。まあ、どっちもね、東福寺派も聖国寺派も臨済宗という宗派の、一派なんですよ。臨済宗っていっぱいいろんな宗派あるんですね。聖国寺派もあったり、天龍寺派もあったり、大徳寺派もあったり、東福寺派もあったり、いっぱいいろんな派閥があるので、やっぱりその派閥に属したお寺の大本山に普通は上京していくのが筋なので、法福寺は東福寺派のお寺になるので、で、東福寺に最初に行ったんじゃないかなというふうに、考えられております。まあ、一部ではね、まあ、確定ではないんですけど。で、そこで、東福寺に当時摂取が活躍する1個前ぐらいの世代でめちゃめちゃ活躍した絵師っていうのがいたんですよ。はい、それが吉三明兆っていう絵師がいたんですけども、おそらく摂取っていうのはその吉三明兆の影響をバリバリ受けたんじゃないかなというふうに考えられております。はい、当時ね、この吉三明兆が活躍した時代っていうのは、東福寺っていうのはめちゃめちゃ伽藍がでっかいんですよ。もうめちゃくちゃバチクソでかい、広大な伽藍で、そのでっかい伽藍を飾るためにはもうでっかい絵じゃないとダメなわけなんですよ。このでっかいお堂にちっちゃい絵やったらダメなわけなんですよ。全然映えないからね。やっぱでっかい迫力のあるでーっていうのを描いて、東福寺すごいで、この京都でナンバーワンだぜって言わしめるぐらいの絵を飾らなければいけないということで、東福寺は自分のお寺の中で、絵の工房があったんですよ。絵の工房、でっかい絵を制作すると、もう東福寺専用の絵工場やみたいなのがあって、そこのリーダーが、吉三明兆っていう人やって、もう東福寺を飾るのにふさわしいっていうぐらいダイナミックな絵描くぜっていうふうなで暴れちぎってたのが、摂取が活躍するちょっと前の世代でおったんですよ。で、摂取はおそらく東福寺派だったので、その東福寺に行って、まあ、その時は吉三明兆も多分亡くなってるんですけども、その吉三明兆が描いた作品とかいっぱい残ってるので、そこで、ああこんなダイナミックな作品やなみたいな感じでめちゃバシバシに吸収して、でそこから、おそらく、まあ、横のつながりで聖国寺に行ったんじゃないかなというふうに考えられております。はい、これね、なんでそんな話わざわざしたんって思うかもしれないですけどね、別に直接聖国寺の話でいや、その話なんか意味あったってかあんのよ、これ大事なの、後でこれ大事出てくるから、とにかく、吉三明兆の影響を受けてから聖国寺に行ったんだなというふうに考えていただければなと思います。はい、ちなみに、東福寺に関しては2023年に
ダイナミックな展示会っていうのが東博京博で行われておりまして、この岸三民町のそのダイナミックな作品っていうのもたくさん出たので、そこら辺の動画っていうのを予習動画でまとめておりますので、よかったら興味あったらそっちを見ていただいたら、またね、サイドストーリーとして楽しめるかなと思いますので、よろしくお願いします。まあ、そんなこんなで、とりあえず岡山から出て京都に行きました。聖国寺に行きました。はい、聖国寺に入りまして、永遠のお師匠さんっていうのが天正宗文さんっていうお師匠さんが雪舟にはつきました。はい、この天正宗文さんがね、すごい人なのよ。当時で言うともうバリバリの絵師やったわけなんですよ。もう天正宗文を置いたら誰も語れないよねっていうぐらいのナンバーワン絵師と言ってもいいぐらいのすごい影響力のあったのが、この天正宗文さん。なんせね、幕府の御用絵師を務めてた、足利将軍家の御用絵師を務めてたようなすごい絵師のところに着いたので、あ、そら雪舟よかったね、お前ここから出世するんちゃう、もう御の字やわみたいな感じやったんですけども、そうはならなかったんですよ。そうな、なんでこんな家師匠のとこ着いたのにみたいな感じだけど、そうならなかった。なぜかというと、このね、天正宗文さんの画風っていうのは、めちゃめちゃね、おとなしい、繊細な、デリケートな画風やったんですよ。それが当時の京都には受けてたのよ。まあ京都らしいよね。薄味で、なんかもう、そんな下品なのは嫌ですわ、みたいなのが、いくら武士のね、幕府のところに勤めてると言うても、みんなやっぱりおとなしい、上品、みたいな感じの画風やったのに対して、雪舟の画風っていうのはね、癖が強かった。ですよ。はい。癖強かったよね。頑張ってんのよ。頑張って、その、なんか、おとなしい、デリケートな方に寄せようとはしてるけど、やっぱりね、生まれ持った、この、暴れ狂う、なんか、本能っていうのは抑えきれなくて、雪舟がなんか、こう、どっちつかずにもなったっていう部分も含めて、あんまりね、パッとせんかったんですよ、雪舟っていうのは。受け入れられんかって。で、他のライバルとかの方が取り立てられるっていうような感じで、この、なんとね、雪舟の京都時代っていうのは、不遇の時代やったんですよ。はい。はい、こんな不遇の京都時代だったんですけども、ここで転機が訪れます。それは何なのかっていうと、1454年頃というふうに言われております。雪舟35歳頃、何があったのかっていうと、京都から周王国へ仕官する形になります。なんでって感じなんですけど、これはね、いろんな大人の事情がこう複雑に入り乱れた話だとは思うんですけども、当時の周王国、周王国ってどこかっていうと山口県ね、今で現在で山口県の、お殿様が大内さんっていうお殿様やったんですけど、この大内さんはね、自分の国の文化レベルっていうのをめちゃめちゃ上げることに力を割いてたんですよ。なぜかというと、今までは都一強やったんですよ。都が華やいでたね、であとはもう芋臭いなんか地方国だねみたいな感じだったんですけど、だん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 時代がこう経っていくと、地方の大名というのが力を持つようになったんですね。守護大名で、その力を持ったら自分の国でも華やかにしたいやん、サロンみたいになんかええ感じに文化あるんだぜってちょっといちびりたいやんみたいな感じでみんな思うようになって、それの代表格がこの大内さんやったんですよ。力持ってたんですよ。で、山口のこうちょっと華やかにしてやりたいな、それやったらちょっと都で微妙なところでくすぶってるやつをこう自国に引き入れて、そしたら自分の国で活躍してくれて自分の国の文化も発展するんちゃうかっていうのもあって、おい、雪舟、お前な、都ではなんか、うまいことやってへんかもしれへんけども、うちの国来たら打席あるで、ホームラン打てるかもしれへんで、こうへんみたいな感じのオファーを出したと。雪舟も、あ、確かにね、その通りかもしれないですね。京都ではね、自分のこのまま殺してなんかうだつの上がらない生活をするよりも、ちょっと新天地で一発逆転ホームラン狙うために行くのもいいかもしれないですねみたいな感じで、ご意気投合したんではないだろうか。でさらに言うと、この周王国っていうのは当時ね、中国と交易をしてたんですよ。貿易船を出してたので、ワンチャンその貿易船に乗って、中国に行けば、言うたら水墨画の本場に行けるっていうことなんで、雪舟からしたら、そこで本場の絵とかも学んだら、俺ワンチャンすごい逆転ホームラン打てるんちゃうみたいな感じで思ったかもしれない。ここはね、ここ分かったかどうかは分かんないですけども、こういう大人の事情がいろいろ複雑に入り乱れまして、1454年ぐらい35歳、ミドルエイジの時に、雪舟っていうのは京都から周王国に行く形に、なります。今かっこよく言いましたけど、簡単に言うと都落ちしたわけなんですよ。だから挫折もあるし、ちょっとプライド的にはクソっていう部分もあったと思うけども、それでも周王の国で一発逆転をしようと思って、こういく形になりました。これがね、大きな転換点だったんですよ、雪舟にとっては。はい、はい、こんな感じで京都から周王の国山口県へ移った雪舟なんですけれども、次どんなイベントがあったのかっていうと、1457年頃、雪舟38歳頃の頃に、名前を変えます。
どういうことっていうと、今は雪船の雪舟じゃないですか。もともとはこれ雪舟って違う名前やったんですよ。それを、この雪船に変えましたよってイベントがこの時なんですけども、じゃあもともとの名前何だったのっていうと、読みは一緒なんですよ。雪舟やったんですけども、漢字が違ったんですね。それが、こちら、はい、節を舟とすっていう意味の雪舟やったんですよ。でこれどういうことかっていうと、節っていうのが除雪さんっていう人を表します。除雪、除雪誰やねんっていうと、雪舟の、お師匠さんは天正秋分だったじゃないですか。この天正秋分のお師匠さんが除雪さんやったんですね。だから雪舟からしたら大師匠になるわけなんですよ。でこの大師匠の除雪から日本の水墨画っていうのは始まったよっていうふうに考えたら、自分っていうのは、この除雪を祖としてスタートとして秋分というふうに連なる正当な水墨画の系譜なんだぜっていう自分へのプライド、この系譜にすごいプライドを持った意味合いを込めて、雪舟っていう風に名乗ってたらしいですね。それがこの雪舟の落款の意味だったんですけども、ちょっとダサいなみたいな感じで思うようになったんですよ。まあ都を離れたしね、なんかちょっとイメチェンしたいなみたいな、ちょっと髪切りたいなみたいな感じの、イメチェンしたいな、名前変えたいなみたいな感じに思って、なんか雪舟ないかなみたいな感じで考えていろいろ調べてる時に出会ったんですよ、この雪舟の雪舟に。これ雪舟の雪舟は何なのかっていうと、自分で考えたわけじゃないですよ。これ実はパクリなんですよ。何をパクったかっていうと、なんか本かなんかで中国のすごいお偉いお坊さんが、知り合いにあげた名前でこの雪舟っていうのがあったみたいな、そんななんか本かなんかがあったらしいんですよ。で雪舟はそれ見て、あ、ええやんこれ雪舟、雪舟、あ、かっこええやん、スノーボート、ええやないか、これ俺使おう、パクロ、同じ名前雪舟やし、そんなちょっとな変わるぐらいやから、ちょっと別に誰も何も言わへんやろみたいな感じで、こっからスノーボートの雪舟というふうに名乗るようになったと、イメチェンしたわけなんですね。でもまあこれが成功したんですよね。ここからまあ雪舟ってすごい活躍していくので、このスノーボードに変えたっていうのも一つ運気を呼び寄せたんかなと思ったら、このイベントってのめちゃめちゃ大事なんだよということなんですよ。でじゃあこの雪舟の前の雪舟の作品ってどんななのっていうのをちょっと見てみたいなと思います。それがこちら、はい、これがね、雪舟、雪舟の前の雪を舟とすの、雪舟時代の、山水図になります。はい、まあ雪舟の特徴っていうのは、ところどころ出てはいます。後から全部説明しますけども、ところどころ出てるんですけど、出切れてない中途半端な画風っていうのが今この時期の雪舟の作品なんですよ、この山水っていうのもね。なんかね、まあ、どっちかというと、天正秋分に寄せたちょっとおとなしい感じに寄せようと我慢して、なんとか自分を押し殺して書いてるので、まだちょっと迷いがあるなっていう風な、山水図がこちらになりますと。ただ、隠しても隠しても雪舟イズムが隠れてませんよっていうのが、こちらの山水図なんですね。これ何が隠れてないのかに関しては、今はちょっとあえて説明しません。皆さんこの山水図、あ、雪舟やねんなで思ってくぐらいでいいです。若書きやねんなぐらいで思っていただいたら結構です。この後、雪舟の、絵の特徴っていうのをどん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 説明していく形になります。それを知った上でもう一回戻ってこの作品を見てほしいんですよ。最後にね、見ていただいたら、あ、確かにね、あの時と比べたらこれってまだちょっと荒いな、なんか迷いがあんねんなっていうのが分かるようになりますから、はい。なんかちょっとはっちゃけきれてないなっていうのもすごい感じるようになるが、とりあえず若書きの雪舟の山水ってこんなんがあったんだなっていうのを見ていただければなと思います。はい。はい、まあ、こんな感じで周防の国でいろいろ活動していた雪舟なんですけども、ついに明へ渡る時が来ました。はい、それが1467年48歳の時に県民船で中国明へ渡ることになります。はい、でこれっていうのは、まあ、県民船で渡るので、僕雪舟のことあんま詳しく知る前は、なんか、まあ、県民船で行ったっていうのはなんとなく分かってたんですけど、行った後単独行動でなんか回っとったんかなと考えとったんですけど、よう考えたらそんなことはないですよ。だって普通県民船で行ったら、まあ、公務として行きますわね。そんな、なんでお前だけ特別扱いで一人で行ってこいで帰ってくるまで待っとったるわね、いうようなことはないので、当然なんか公務の付き添いとして行ったんだろうと思います。はい、随行カメラマンみたいな仕事になったんだと思うんですよ。当時はカメラとかもないから絵で写してくるしかないわけなんですよ。で中国ではこうだったんだぜっていうビジュアルを写し取ってきたり書いたりして、それをおそらく帰ってきてから殿様とかに中国ではこうだったんですよってビジュアルを見せて説明するための絵師として行ったんではないかというふうに言われて、なるほどねと。だから、まあ、自由気ままに旅行して絵の旅してきたっていうわけではなくて、公務の傍ら、まあ、自分の絵の勉強もやってたよっていう、そういうスタンスがおそらくこの県民選で、行った雪舟の本当の、背景だったんじゃないかなということになります。はい、
で、この県民選なんですけども、なんでそもそも大内さんが県民選出せたのっていうメカニズムなんですけども、これがね、知ってるとちょっと味わい深くて面白い話になります。これちょっと歴史の話に近くなってくるんですけど、まあ軽くちょっと聞いておいていただければなと思います。はい、当時の中国の明っていうのは朝貢使しか受け付けないよっていう外交方針やったんですよ。朝貢使、簡単に言うと、その相手国の正式な船としか貿易しませんよ、そんなわけわからん雑魚とはやらへんよ、正式なやつとしかやらへんよ、許可書持ってるやつとしかやらへんよっていう、ある種ちょっとした鎖国チックな、外交方針やったんですよ。で、日本のじゃあその正式なんて誰なんですかっていうと、室町幕府やったんですよ。室町幕府だけは県民船を出すことができて、利益を得ることができたよっていう流れやったんですけども、残念ながらこの当時の室町幕府っていうのは極度の財政難やったんですよ。例えば船さえ出せば莫大な利益が上がるというのが分かってるにもかかわらず、なんとその船を用意することができませんと、自前で用意することができません、出資金出せませんよということで、非常に残念な状態に陥ってたのがこの当時の室町幕府やったんですよ。で、じゃあどうしたかっていうと、その貿易することができる許可書、権利っていうのを、有力者になんだかちょっと売却するわけなんですよ。で、お前らちょっと経営してそれで行ってくれてもええよみたいな感じのスタイルを取ったり、でそれで売ったお金でなんとか自分たちの、船も作って、ちょっと今回は俺らも行くわ、俺らも船用意できたから行くわみたいな感じで2人で行ったりとかみたいな、なんかそんなちょっとそこにファジーやけども、なんとか有力者にその権利を売却することで、貿易を続けることができたみたいな、そんな苦しいような状態でやってたんですよ。で、有力者からしたらね、権利もらえたから、おいけるわみたいな感じで、うほうほうやわみたいな感じの、状態になった。それの最たるものっていうのが、この周防国、雪舟の国のお殿様大内さんやったわけなんですよ。で、大内さんっていうのはこの県民船以外にも朝鮮であったり琉球とも通行貿易をやってたので、もうすんごいパワーを持ってたんですよ。西に行ったらもう大内さんしかいないよねっていうぐらいすんごいパワーを持ってたのがこの雪舟のお殿さんやったんですよ。で、こんな感じで、県民船を出すようなメカニズムになって、雪舟というのもそれに乗って行く形になりましたよと。で、雪舟が行く形になった時は3隻船が出たらしいんですよ。3隻。一つは、大内さんの船ですよね。そこに多分雪舟乗ったんでしょう。で、もう一つっていうのが、幕府の船。今回は、ご一緒なんですね。同行なんですね。みたいな感じで、幕府の船も出ますよ、と。で、もう一つが、細川さんっていうのは、これもなんか有力そうやね。細川さん言うたら、ようわからんけど、すごい大名やなって感じなんですけど、すごい大名やった。特に、室町時代の細川さん、すごい人やったからね。っていうことで、この三隻で行く形になりましたよ、っていうのが、今回の、この1467年の、県民船だったんですよ。で、ここでね、お気づきの方、感づかれた方で、ね、すごい考えんですけど、これね、すごいことなんですよ。この三隻って大丈夫かっていう三隻なんですよ。何かと思います？はい、そう、1467年に行ったんですよね。これ1467年から日本を揺るがす大戦乱が起こるんですよ。それが応仁の乱っていう乱ですね。京都を舞台に10年以上もうすんごいバトルロワイヤルのバトルが起こるちょっと前にこの県民船っていうのは行ったんですよ。だからこれね、この三層っていうのは敵味方なんですよ。大内さん VS 幕府と細川さんは仲良しかし同じチーム、東軍チームで、西軍チームが大内さんやったので、計らずともこれ五越同州やったわけなんですよ。まだこの時はね、バトル起こってないから分からへんねんけどね、これ行ってる間にバトル起こるのよ。しかも10年ぐらい続くバトルが起こるということで、これなんかきな臭いなって感じなんですけど、そう、それ後でまた回収するから、このネタ振り回収するからということで、こんな感じの中で雪舟っていうのは結構いろいろあったんやなっていう中で、明に渡る形になります。はい、で、県民船で雪舟たちは、九州から出発したみたいな感じですね。で、中国の寧波っていうところに到着したみたいです。寧波。で、忍法で、ついて、やっぱ荷下ろしとかいろいろせなあかんからね、雪舟一人でどこでも行ってええよって、単独旅行じゃなくて、やっぱ公務としてやから、いろいろ準備してなあかんわけやもんね。忍法で終わるわけじゃなくて、そっからみんなが目指すところは、北京に行かなあかんわけですよ。だから言うたら、その明の王朝があるところ、だから国の正式なやつしか受け付けへんよっていうところやから、その明の王様に会わんかったらあかんわけですよ。ということで、いろいろその準備をしたりせなあかんなっていうのが、2ヶ月間ぐらい、この忍法の港らへんであったわけです。
んですよ。だ接種とかもね、いやまあ中国ついたら嬉しいけど、ちょっとここでくすぶっとってもなみたいな感じで思ってて、ちょっとなんかプラプラしとってもしゃあないなということで、この忍法の近くに天童寺っていうお寺があったんで、そこに接種は表敬訪問する形になりました。まあ本場の中国のお寺もちょっと行ってみたのかみたいな感じで、この天童寺行って、で自分としてもちょっとせっかく、ね、日本から来て中国やっとついてんから、もうちょっと早爪痕をなんとか残したいな、ちょっと帰ってあのどうやられるお土産作りたいなってちょっと焦りもあったんやと思うんですけど、で天童寺行ったら、あ僕接種言うてね、日本でバリバリ絵描く人なんすわみたいな感じで頼んでもらえるのに、めっちゃ絵描きまくったかもしれない、これ分からんけどね、あの描きまくったかもしれない。ならこの天童寺の人が、おあんた絵描きか、お日本の絵描きか、おえらえら絵描くな、ほんなんあんたにね称号をあげるわ、なんかかっこええから称号をあげるわ、あの主祖っていう称号をあげるわみたいな感じで、接種は主祖っていう称号をもらいました。はい、この主祖ってどういう風な称号なのっていうと、そのお寺の、リーダーだよと、住職みたいな役割の意味する称号をもらったらしいんですよ。接種的にはやっと来た、きついやっと来て、早々になんか爪痕残した、行ったっていう証拠もらえたよ。俺これこのエピソード大事だよね。このドラマがあったら、帰ったら俺中国行ってきたからね、証拠として天童寺ってところのお寺でね、絵がうますぎてあのボス的な扱いの称号をもらって、主祖っていうのをもらったからねって言うと、いちびることできるんや、やった手柄、これが手に入れた、やったみたいな感じで接種めっちゃ喜んだんですよ。で実際この中国から日本に帰っても、この主祖っていうのをめっちゃ自分の楽観に使うぐらいめちゃめちゃ好きやって、もうめっちゃ気に入って、やったって手柄やみたいな感じで喜んでたらしいんですけども、この主祖ってね、実はね名誉職なんですよ。はい、だまあ一日市長とかね、名誉市民みたいな感じで、どっちかというとお飾り的な称号をやったらしいんですね。言うたら海外から来たなんかすごい人たちをちょっとちやほやもてなすためになんか与えなあかんなっていう、お寺なりの計らいやったんでしょうね。主祖っていうこの名誉職でもあげとけ、別に力ないけどみたいな感じで与えられたやつを摂取というのはめちゃめちゃ喜んで終生大切にしましたよという、なんかちょっと摂取のなんか無邪気な感じが伝わるエピソードで面白いなって感じなんですけども、こういう風なエピソードが、この忍法とか天童寺のところでありましたようになります。はい、こんな感じで、忍法でのいろんなイベントがありまして、準備も終わりましたよということで、やっと、北京に向かう形になります。はい、で向かう形なんですけども、基本的には運河を船で遡るという、そういう風な旅になります。だから基本的には船の上です。はい、だから接種がね、自由にこんなところ行きたいって言って、いろんなところ見て書いて、わ楽しいな、絵の勉強になるわっていうわけではなくて、ひたすら船の上で、今日も山と川ですね、今日も山と川ですね、もう今日も山と川ですね、もうちょっとそろそろ飽きましたわっていうのが2ヶ月やっぱ続くんですよ。さすがに2ヶ月山と川書いとったら飽きるやろうなと思うんですけども、しゃあない。途中で宿とかに泊まるので降りたりすることはあったかもしれんけども、基本的には船の上で、ずっと北上しますよ。それだってそれがメインの仕事やからね、公務やから、貿易するために来てるから、接種だけの都合でみんなが合わすわけではない、みんなのために接種がいるのであって、接種のためにみんながいるわけではないという状況なので、ひたすらこう北上しましたよって、でスケッチのね、写生でファーって急ぎで書くっていう訓練にもなったと思うんですよ。ゆっくりはできないから、いろんなところを見た、例えばね、街で降りて、こんな感じじゃないやみたいな感じでシャ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 ってこう映す、すごい早書きの技術っていうのはこういうところで、培われたんじゃなかろうかとは思うんですけども、基本的にはあんまりゆっくりすることはできなかった中で、なんとか、2ヶ月後、北京に到着しました。プラッタリーということで、よかったね、やっと北京に着きました。ならね、やっぱとりあえず王様に挨拶しに行かなあかんということで、中日本のあれ来ました、貿易のために来ましたということで、民の王様も、ああ来たか来たか、よう来たなみたいな感じで、とりあえず挨拶終わって、そっから、商談スタートなわけなんですよ。こっからなんですよ。こっから本当の公務が始まるわけなんですね。その周防の国とか、細川氏とか幕府も含めて、何をどういうふうに売るみたいな、それが結構長丁場で時間かかったみたいなんですよ。でその間におそらく、接種というのは、やっと地上で絵の勉強ができるということで、いろんな勉強をしたり、これまで書き溜めたものをちゃんと整理整頓して整合してちゃんと本顔にしようみたいな感じのことをやったんではなかろうかというふうに考えられております。はい、
で、当時ね、やっぱさっきも言いましたけど、随行カメラマンとして渡ったので、どういうふうなものを書いたのかっていうのが、写しが残ってます。これ雪舟が書いたもの、本ちゃんは残ってないんですけども、それをまあ結構綺麗に誰かが写した模本っていうのがあるので、それを見たら、あ、雪舟っていうのはこういうふうなものを書いてたんだなっていうのが分かります。それがこちら、はい、これが東土象形図鑑っていうものの部分になります。すごい長い巻物なんですけども、これがまあ、おそらく運河を渡ってこう見てきたものなんでしょうね。だからこれをもう本当にすごいスケッチをいっぱい組み合わせて、こういうふうな長いパノラマのビューの巻物を作って、中国ではこういうもんだったんですよみたいな感じのものを帰ってお殿様とかにプレゼンするんでしょうね。なので、いろんな名前が書いてます。こういうのに名前が書いてて、これの非常によく似たものが東京国立博物館で現在肖像されてますんで、僕、2022年かに東博行った時にそれを見ることができたので、あ、こんな感じのものを雪舟書いとったやんというのが見れてよかったんですけども、まあ、こういうふうなのを書いてたり、これは、まあ、あくまで地図的なものね。で、当時のその明の国の人とかどうだったのかっていうのもちゃんと写しております。それがこちら、はい、これが国々人物図鑑っていうことで、めっちゃ長い、これもいろんな登場人物ある中のちょっと抜粋したのを僕載せてます。でまず最初に王っていうね、雑いな、紹介雑いなって感じなんですけど、王がこんな感じで書かれておりますよと。というか見れたんやなっていうのも、それはそれで面白かったよね。雪舟レベルでも王ちゃんと見れんねんなっていうのが見れて面白かったと。で、次中国のお坊さんこんな感じかと。で次が、百姓というふうに書かれてます。ああ、なるほど、中国の百姓こんなんか。その隣が百姓女子です。分ける意味やったんかな。別に男と女分けんでもよかったんちゃうかなと思うけども、まあ、こういう風なのがザーっていろんなの書かれてるんですよ。なんかね、秀才だよとか武士だよとかみたいな、そんな感じでいろいろ書かれてるというのを、雪舟が書いて、おそらくこれが本ちゃんの仕事をやったんだと思うんですよ。でそれが終わった後、いろいろ自分の勉強として、当時のその明の人たちの絵師とも交流したんだと思います。うん、あ、現代、まあ、明ではこんなんが流行ってんのかって、あ、こういう書き方な、あ、分かる分かるみたいなの。あと、その明の前の王朝の古い古画とかも、多分たくさんあったと思うので、そういうのも勉強して、あ、なるほどね、あ、こういうふうな画風が流行ってたのか、こういうふうなのが歴史としてあって、今現在こういうふうな画風なんやみたいなのを雪舟っていうのは学んだと。でそんな中で雪舟っていうのはおそらく、自分の画風にめちゃめちゃ自信を持つ形になったんですよ。なぜかっていうと、当時の中国の画風っていうのは雪舟が日本で学んでた画風とは全然違ったんですよ。その、ね、京都でやってた繊細な画風とかでは全然なくて、やっぱめちゃめちゃダイナミックな迫力のあるぐわーっとパワー系の絵が当時主流やったんですよ。それを見て雪舟っていうのは、あ、やっぱこういう風に書いてええんや、あ、なるほど、ここをこういう風にしたらもっと垢抜けるんやみたいな感じですんごいビビビってきて、あ、俺の画風をもっとこう倍化させたらこういう風になれるんやっていうのがすごい見えたらみたいなんですね。ということでここら辺で雪舟の画風っていうのが一気にガッチャンコしてこうなんかスイッチ入ったみたいに組み上がっていきますね。やっぱこう中国行ったっていうのはでかかったんですよ、雪舟にとっては。で、その公務とかをしてる合間なんですけども、そのハイライトっていうのが、その中国の、レイブっていう役所があるんですけども、そこに飾る掛け軸みたいな作品を、描いたというのがこのハイライトになります。だ、まあ、これも公務として行ってるからそういう役所の絵を描くことができたんだろうっていう流れなんですよ。雪舟が勝手に中国行って、そんなところで自分一人で交渉して描いてくださいって頼まれて描くなんてことはないので、おそらく公務の流れで、そっちの国のなんか日本から来たやつのなんか絵師がおるみたいな、ほんならちょっとそこでその例文のところで描いてみてくれやみたいな感じの依頼が来て、おそらく描いたんじゃなかろうかというふうに考えられております。はい、でこのレイブで描いた作品っていうのがどういうふうな作品だったのかっていうのは残ってないのでわからないんですけども、おそらくこういうふうな作品だったんではなかろうかというのが、わかる資料作品っていうのが残っております。はい、当時中国渡った時に描かれたんだろうという作品が、残ってるんですよ。うん、だからそれから推測するに、このレイブで描いたその時の雪舟の画風っていうのもこうだったんだろうっていうのも推測が立ちますよっていうことで、それの作品っていうのをちょっとご紹介させていただきたいなと思います。それがこちら、こちらもね、東博さんで所蔵されている作品になりまして、重要文化財になります。
はい、でこちらもね、私2022年東博の国宝展っていうのをやってたので、その時行った時にちょうどこれ展示されてたんですよ。でしかも写真も撮ることができたよということで、その資料を持って帰ってきて久しぶりにこれ見たんですけど、ああなるほどね、あこの時の作品ってこういう意味やったんやって改めて分かって、すごいテンション上がりました。で、これはおそらく中国滞在中に書かれたんだろうっていうのが分かるのが、明の王族の旧蔵品だったらしいんですよ。だからまあ雪舟が書いたやつがなんかプレゼントとして明の王族の人に渡されたんかなっていうのが残ってると。でしかもここの落款に雪舟が日本全人東洋って書いてるんですよ。これ日本で書いた作品やったら別にそんな日本の全能人だよなんて書く必要がないんですよ。明で書いたよっていうことやから日本の全能人だよというふうに書いたというふうに考えたので、あなるほど、だからやっぱこれやっぱ明で書かれたやつやってんなっていうのが分かると。それがまあいろんな流れの中で、今現在日本に戻ってきてるよということなんですよ。でまあまあこの日本全人って書いてるところがね、なんか雪舟の日本人としての誇り感を感じるので、あダメんな俺明にも負けへんぐらいの絵書いたるからなみたいな、ちょっと気合揺れて書いたんちゃうかなっていう風な、なんか摂取のこのなんか気合を感じることができるこの楽観っていうのも、ね、非常に面白いなというところなんですよ。で全体としてはね、めちゃめちゃ荒々しさと大胆さと力強さっていうのが、如実に出てる作品になります。だから今までの本当に日本で言ってたデリケートなっていうかけらは一切ない、もうダイナミック迫力、これこそ摂取イズムだっていうのが爆発してる作品。やっぱね中国行って摂取っていうのはガラッと変わったんですよ。ここで摂取、の絵の特徴っていうのがめちゃくちゃたくさんもう出てるから、もうここ爆発してるからっていうのを一個一個ちょっとご紹介させていただきたいなと思います。春夏秋冬あるのでそれぞれ一個一個見ていきたいんですけども、特徴的な摂取の必殺技みたいなのがたくさん出てるので、それをちょっとご紹介したいなと思います。それがまず春ね、まず春ね、焦らない、一個一個ゆっくり見ていこう僕が一番焦ってるけど、まず最初の春っていうのがこちら。はい、こちらの作品なんですけど、まずね右からせり出すゴリッとした岩場、これがすごいよね。この岩場すごい、こんな右からバコンって出てくる、こんなん描くのって、この発想すごいよね。絶対日本でいて京都で描いてたらこんなゴリーっていうような画風出ないからね、誰もそんな好まないし想像もしないよっていうような絵なんですけど、これを中国でやっちゃったよっていうのがこう摂取なんですよ。これね今回だけじゃないんですよ、この作品だけじゃなくて摂取っていうのはとにかくねゴリッと岩場っていうのをめっちゃ使います、はい、必殺技1、ゴリッと岩場です、はい、ゴリッと岩場覚えてくださいね、ゴリッと岩場で、ゴリッと岩場を形作るこの線っていうのが、ね、非常に濃くて太いと思うんですよ、うん、この濃くて太い描線っていうのは摂取の中では、めちゃめちゃ使われます、はい、勢い力乗ってる時もリズムに乗ってる時はこの恋太描線めちゃめちゃ使いますから、はい、これも必殺技覚えてください、恋太描線です、はい、恋太描線、はい、ゴリッと岩場に恋太描線、これ摂取の特徴になります。どの作品見てもこの2つが出てた時、あ摂取イズムやわみたいな感じで感じてください、はい、それが書かれているのがこちらの春になりますよと。で続いての特徴なんですけども、ちょっと画面の方ゴリッと岩場から下の方に行くと、あれなんか黒いなって、こう岩場黒くないですか、そう摂取の絵ってところどころね黒くなるんですよ、はい、特に岩場が黒いんですけども、岩場だけじゃなくて、なんかようわからんけど摂取の絵って黒く塗ってるところある、これがね、特徴の一つです、はい、私はこれをペイントイットブラックって名付けてます、はい、ペイントイットブラック、なんかかっこいい必殺技の名前やね、ローリングストーンズの名曲みたいな感じやけどね、そんな感じでペイントイットブラックめっちゃ使われてるのも摂取の特徴になります。で、次夏の方をご紹介したいなと思います。それがこちら。はい、もうこれはね高さをひたすら強調した山水図やなと、同じこれ春夏秋冬全部山水図なんですけど、こんなに味わい深さが違うのかっていう山水図めちゃくちゃ面白いから、これがもう天空の城かっていうぐらいのね高い山が描かれてますよと。で山の形がねめちゃめちゃデフォルメされてるんですよ、はい、これも雪舟の画風の特徴、デフォルメマウンテンでございます。デフォルメマウンテン、なんかほんまに必殺技の名前みたいな、ジョジョとかで、ね、デフォルメマウンテンとかなんかスタンド出しそうな感じやけども、ほんまにこうデフォルメマウンテンも摂取の特徴でございます。で、この崖のね岩場を薄墨で、シャッシャッシャッって吐くように描くっていうのもね摂取の特徴なんですよ。表現岩場描いて、だからゴリッと岩場とかでもいいんですけど、その岩場のテクスチャー肌感をシャッ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 ってなんか薄墨でめっちゃ吐くように描くんですよ。これも摂取の特徴になります。これをね、薄墨シャッシャッシャと言います。はい、薄墨シャッシャッシャ、摂取の必殺技薄墨シャッシャッシャになります。で、次が
摂取の作品のもう最大の特徴と言ってもいいんですけども、こう山の、ね、上の方に道があるの分かります？上の方に登っていくための道があるんですけども、必ずねこの雪舟の作品って道とかってこう行ったと思ったらこう行って次こうちょっと隠して次またこう行ってこう行ってまた隠してジグザグ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 ってずっとやっていくんですよ。でそうすることで奥行きどん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 なんか向こうの方に開くのかなってみたいな感じで視点を誘導するんですよ。これが雪舟の最大にして最強の必殺技ジグザグ誘導でございます。はい、ジグザグ誘導名称ダサいなと思うかもしれないけど、摂取の作品には必ずジグザグ誘導入ってるから、この遠近感をうまいこと誘導するように使うようにしてるのが摂取の本当にもう最大の最強の武器なんですよ。どこでも使われてる、これがめちゃめちゃ使われてるのがこの夏になります。はい、でこの夏またまだ必殺技あります。なんか作品の説明してるというか必殺技の説明ばっかりしてるけど、それでも面白いから、これとにかくそれだけのためにこれを紹介してると言っても過言ではないから、まあまあでもこういう風なとにかく摂取イズム爆発の気合い入れた作品というのを中国のね、この王族にプレゼントしたんだよっていうことを考えたら、あ、なるほど、もうこの時いろいろ気負うもんとかもあって気合い込めてプレゼントしたんやなっていうのが分かるじゃないですか。はい、でまあまあごめん続きでね、じゃあ他どんな特徴があるのっていうと、この木になります。木、はい、これはね、デフォルメツリーという必殺技になります。デフォルメツリー、摂取の木っていうのはかなりいつもデフォルメされてます。バキバキボキバキボキボキバキってなって、なんかもうどないなってんの、でも首の骨折れてんちゃうかなっていうぐらいのすごいバキバキのデフォルメ感をされてるのが摂取の木の特徴でございます。これがデフォルメツリーでございます。で特にこの夏の作品というのはこのデフォルメツリーがめちゃめちゃ顕著に出てるので、めちゃくちゃ面白いなというところなんですよ。で次秋になります。秋、それがこちら、はい、これも木なんですけども、これはねデフォルメはそんなにしてないんですけども、これは違う必殺技の名前になります。はい、それ何かというと、どこでもツリーです。はい、ドラえもんかって感じだよね、どこでもドアじゃないんですけど、どこでもツリー、どういうことっていうと、普通木って土から生えるじゃないですか、土のあるところから木って生えるんですけども、摂取はなんかねどこからでも木生えてるんですよ。崖の中から生えて、普通崖岩から木生えないじゃないですか。まあまあそれなんかで絡まってるとかあるかもしれないですけど、摂取の場合はそれがめちゃめちゃこう なんていうずさんというか、本当に描きたくて描いたやなとい う本能型なんですよ、摂取って。もうなんか考えて描いたというか、なんとなくここら辺に木欲しいから描いちゃえみたいな感じで描いて、やるんですよ。だからこれも岩場に、木が生えてる、どこでもツリーというのが生えてるんですよ。こういったものが摂取の特徴だから、本能型、全然整理整頓されてないんですけども、本能で書いてるんですけども、なんか説得力あるよね、なんか作品全体で見たら納得感あるよねと思わせるところが摂取のすごいところなんです。ここがね面白い、なんか味わい深いなというところ。はい、で続いてご紹介したいのが、冬になりますね。はい、冬、それがこちら。はい、こちらがね、必殺技の名前で、塗り残しスノーになります。塗り残しスノー、これね、まあ、雪どういうふうに表現するのかっていうと、塗り残し、余白の白さを残してそれを雪のように表現するというテクニックを使うんですね。だから5分で白をパッパッパッパって塗るんじゃなくて、塗り残しで白を表現する、この技法っていうのを摂取めちゃめちゃ使います。まあ別に摂取だけじゃなくて、昔からこういう技法っていうのを日本でも、塗り残しで雪を表現するというのをやってたんですけども、摂取は即にそれを極端に使いまして、山水図とかでも極端に使う、それがこの塗り残しスノー。設計描くときは必ずこの塗り残しスノーをめちゃめちゃ巧みに使って雪の表現をしておりますので、それがよくわかるのがこちらになります。はい、でもう一つ、特徴がございます。はい、それは何かというと、この墨点でございます。点点点、墨の点ね、墨の点をよう使うんですけども、摂取の作品にはこの墨の点が、めちゃくちゃランダムに打たれております。タタ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 タ、これは何かを意図して書いたというか、なんとなくの僕はこれ味付けやと思ってます。はい、塩コショウ、ブラックペッパーみたいな感じで、なんかここら辺にこうアクセントで墨の点あった方がなんかリズム感あるよねみたいな感じで、多分摂取というよりはタン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 って本能で売ってるんだと思います。これを僕は、味付け墨点って言ってます。味付け墨点、はい、こんな感じで、とにかくこんな摂取の特徴的な必殺技っていうのがたくさん見れるのがこの四季山水図になります。はい、あんまり作品の説明をしなかったんですけども、この必殺技の特徴さえしっかりインプットして
していただければ、後々の摂取の作品というのがすごくクリアに理解できると思いますので、めっちゃ使われてるからそれを見たら、ああほんまやまだ使ってるわというのがめちゃくちゃわかるので、ぜひねこの四季山水図に出てきているこの中国の時にはもうすでに摂取の特徴というのは完成されてたんだというふうに考えていただいたら、面白いんじゃないかなと思います。はい、まあそんな感じで雪舟っていうのも中国で非常にまあまあいろいろ学びまして、まあ帰国の途に就く形になります。で、帰国もやっぱ運河を下って寧波から帰る形になるんで、まあその帰る合間はね、まあまあちょっと公務も終わって、まあみんなもちょっとリラックスモードみたいな感じでちょっと観光もしたりとかいうのもあったかもしれないけどね。だ雪舟もちょっともう少し行きと違って自由に勉強とかをすることができたかもしれないですけども、まあまあ言うても公務の流れの中でいろいろ学びながら寧波から日本に帰ってきましたよというのが1469年50歳の頃になります。すごいよね、50歳でもうこの当時言ったら50歳で大体寿命終わるよとか平均年齢的なのにそれぐらいなのに、そこで一肌上げてくるぜってみたいな感じで民に渡って、実際そこでパーンって花開いてきっかけとなって帰ってきた、凱旋帰国してきたっていうのを考えたら、いや雪舟ってすごいなって感じなんですけども、はい、帰ってきたちょっと忘れてないでしょうか皆さん。そうなんですよ、日本ジャパンはそう応仁の乱勃発中でございますよ。はい、もうこの応仁の乱もね本当にすごい大戦乱で、もう都が大火事でありとあらゆるものが燃えたんちゃうかっていうぐらい本当黒歴史なんですよ。まあ、将軍家の跡継ぎ問題もそうですし、有力守護大名の跡継ぎ問題も絡みながら、その他のなんか雑魚キャラのまとめた争いも全部入り混じったスーパーバトルロワイヤル状態っていうのがこの応仁の乱、第一次日本大戦って言っても過言ではないぐらいすんごいバトってたのがこの応仁の乱。10年ぐらいもうね都を舞台にこういろいろ西軍と東軍に分かれてもうバトルしまくってたわけなんですよ。っていうのの中で、はい、帰ってきたら大丈夫ね、三隻、幕府と、細川さんは、東軍で大石さんは西軍、こんな3人が帰ってきて大丈夫なんかなって言ったらやっぱ大丈夫じゃなかったのよ。しかもこの当時大内さんの周防の国とかも相当ここ荒れてたのよ、この行ってる間に。なぜかというと応仁の乱勃発しましたよってなった時に、この周防の国の大内さんお殿様が京都行くわ言うと、俺はずっと倒したるわみたいな感じで出張っちゃった、出張しちゃったのよ。だ出張したのをええことに、この九州とかもう大内さんが当時収めとったんやけども、あ大内おらんようになったんで、ちょ今このチャンスみたいな感じでいろんなやつがわけわけ乗り出してくる形になったんですよ。で九州奪われちゃったのよ、いろんなやつに奪われちゃって、大内さん九州をちょっと手放す形になっちゃったのね。であっかーみたいな感じになってる状態で、こう帰ってきた、もうすんごい帰ってくるところもきな臭い状態で、さすがにこのまま下関に帰ったらまずいなと思ったのが細川さんやったんですよ。細川さんの船が普通やったら下関に入って、帰るはずなんですけども、ここのまま下関行ったらなんか拉致られんちゃうかと思って、ちょっとふーっと迂回するような形にして土佐の国に上陸したらしいんですよ。細川さん政府やったんですよ、政府やったんですけども、幕府の船はね残念ながらこの下関に帰ってくる形に着いたんですよ。なら案の定強奪されたらしいですよ。なんか船奪われたらしくて、幕府の船、お前バトルしとるからお前ら積み荷とか全部よこせみたいな感じで、うわーって大渕さんにこうわわわって全部やられてしまって、幕府はせっかく苦労して渡航教科書も打って、やっとお金貯めていけた、民でいっぱい貿易もしてやっといろんなもん持って帰ってきて財政難脱出できるわと思ったのに、全部奪われたという形になります。どんだけ幸薄いねって感じなんですけども、そんなこんながあっても踏んだり蹴ったりやったのが幕府やったわけなんですよ。で、まあ、おそらく雪舟も下関に帰ってきて、でそこから周防、の国、まあ、本ちゃんのところにお殿様の今おらへんけどね、ところに帰って報告義務をやったんじゃないかというふうに考えられております。ただこの帰ってきてからの摂取の足取りっていうのはしばらくね途絶えるんですよ。ようわからんようになっちゃうんですよ。まあ当時はそういうふうに、なんかもう混乱してるし、でなんかねその摂取帰ってきたかぐらいの時にこの周防の国でも内乱謀反が起こったんですよ。でそれのね、まあ、バトルもあるからということで、とにかくこの時代ってこの周防の国とか大荒れやったんですよ。なので、幕府の船を奪ったっていうのもあるから、まあ、そういうのでワキャワキャしてる中でちょっと摂取のことを書き留めるというようなことは
摂取を中心に別に回ってるわけじゃないからね、記録が残ってないというふうな感じになります。とにかくまあまあ、この時はあの大荒れだったんだよというのが摂取の帰国の段になります。でじゃあ次、摂取が歴史の表舞台に出てくるのはいつなのかというと1476年、57歳、だから7年間ぐらいあのずっと足取り不明やったわけなんですよ。で、それじゃあ次どこでこう歴史の表舞台に出んのというと、なんとねこれ周防じゃなくて、豊後の国九州なんですよ。大分県で摂取、はいたらしいですね。なんでって感じなんですけども、なんでかおって、でその大分県のところに、自分の知人が訪ねてきて、あの摂取を訪ねましたみたいな資料が残ってるので、あここに摂取おったんやっていうのが分かると。でこれね、あおったんやでおったダメなんですよ。なぜかっていうと、さっき言いましたよね、九州は、最初は大内さんが摂取が来た時ぐらい収めとったんですけれども、奪われたんですよ。敵国に奪われたから、この大分っていうのも、敵国なんですよ、大友さんっていう人が収めてて、あの敵国なのになぜか摂取はそこにいたんですよ。え、これなんでっていうことなんですよ。はっきりとしたことは分かんない。まあ、なんか一説には摂取がなんか悠々自適で、なんかフラ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 いろんな全国を周遊してるから、そんなね、敵国とか関係なしに行けたんや、みたいな話もまあまああるんですけども、おそらくそうではないんじゃないかというのが専門家の一意見として、あったんでね、それをちょっとご紹介したいなと思います。どうかというと、まあおそらく、まあ、この大友さんと大内さんというのは、まあ、揉めとったんですけども、おそらく和解、手打ちになったんじゃないかなと、和解交渉が行われてたんじゃないかな。なぜかというと、この1476年頃に応仁の乱が終わるので、その大友さんともいろいろ揉めとってもややこしいし、九州もちょっとちゃんと収めなあかんなみたいな感じのこともあって、まあ、握手しようや、シェイクハンズといって友達になった証だみたいな感じのことを言ってやってる中で、おそらくその公務として、摂取というのがこの大分に調査係、出張所みたいな感じで、行ったんじゃなかろうかというふうに、考えられてると。まあなるほどねと、それも分からへんね、推測ではあるんですけども、確かにそう考えたら、まあ一応辻褄合うよねみたいな感じになってるので、ああなるほどねと、まあとにかくこの時期っていうのは摂取は大分県とかこの九州近辺をいろいろ活動したというふうに言われてます。で摂取っていうのは庭作るのも得意やったらしいんですよ。作庭、まあ何でもできるデザイナーみたいな人やからね、作庭も得意やったので、摂取がデザインした庭じゃないかというのもこの九州のここら辺では結構残ってるので、まあおそらくこの時にいろいろ九州で活動してたんじゃないかなというふうに考えられております。で、残した作品っていうのがあります。はい、それが、この大分のところに鎮田の滝っていうのがあるんですけども、そこを描いた作品っていうのがあるんですね。でこれ残念ながら原本は関東大震災ぐらいまでは、残ってたらしい、確か関東大震災だったと思うんですけど、まだ残ってたらしいですけども、関東大震災でなくなっちゃって、現状は摂取が書いたものはないんですけども、その摂取が書いたやつの写し、お手本として写したよっていうのが狩野派の絵師で書いたやつがあるので、それを見て、あなるほどね、こんな感じで摂取は書いたのかっていうのが分かるっていうのがあるので、そちらをちょっとご紹介したいなと思います。それがこちら。はい、これが狩野常信っていう、江戸時代の狩野派の絵師になりますね。結構有力な、狩野派の絵師になりますけども、が、描いた鎮田の滝の図になります。はい、でまあこれ左側がねすごい横広のナイアガラみたいな滝になりまして、これは小滝になります。で右側に描かれてるシャーってこうマーライオンみたいな口から出るあんな滝みたいなのが、目滝になりますと。これは小滝目滝セットになるんですけれども、実際この鎮田の滝っていうのはこんな一つの画面で見れるような構図ではないですよ。めっちゃ離れてるんですね。めっちゃ離れてるけど、摂取的にはその見たまんまをそのまま描くっていうのはナンセンスだというふうに考えられてたみたいなんですね。心象風景を描くことが大事だと。これを見て鎮田の滝だと分かればいいんだよ。そうするためにはこうちょっと距離がおかしくても、こう自分の心の中で再構成をして相手の人に伝わるように作り変えることが大事だよっていうふうに考えて、描いてるっていうのがこの摂取イズムなんですね。がよく分かる模本かなということで、よく残ってたなという感じなんですけど、それをよく伝えてるなという感じになります。でさっき見た
はい、さっき見たいろんな必殺技、ここでもちょこ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 出ております。全部はないけどちょこちょこ出てます。まず、デフォルメツリー出てますね。はい、デフォルメツリーやね、これ滝のナイアガラの滝の右側の方から出てるけど、おこれデフォルメってるねと。でどこでもツリーなんですよ。どっから生えてんのこれ、どこか上から生えてない、これどういう風になってんのやろ。要は滝の横から出てるのか、こんなところから木生えんのかな、よくわからへんけど、まあ、これが摂取なんですよ。どこでもツリー、どこでもツリー、ほんまやるからね。で、うすずみシャッシャッシャもめっちゃ出てるわけなんですよ。この、横の岩場の右側の目滝の方の、岩もシャッシャッシャ、めっちゃシャッシャッシャしてますよと。で、ペイントイットブラックもあるね。あの上の方行くと岩場のところ黒く塗ってる。こういう風にね、意味不明になんか黒くボーって塗るんですよ。で、味付けボクテもいっぱいパパパパパパパってしてるよね。こんな感じで、摂取の特徴というのは至る所でこういう風な作品一個一個見てみると感じ取れるので、あ、ここが摂取臭いなっていうのがすごく感じ取れるようになるから、そういう風な感じで今後いろいろ作品紹介していくので、ぜひ楽しんでいただければなと思います。まあ、こういう風なね、大分での作品というのも残しましたよっていうのがこの時になります。はい、でその後摂取どうなったかっていうと、おそらく1480年頃には周防の国に戻ったんじゃないかというふうに考えられております。まあ大分県から戻ったよみたいな感じなんでしょうね。まあどっか他寄ったのかもしれないですけど、まあ、戻ったよと。でその後どうしたのかっていうと、ここからね、摂取っていうのは日本のちょっと離れの東国の方を旅する形になります。でこれもおそらく悠々自適に行ってきますわ、江の修行行ってきますわっていうわけではなくて、公務ではなかったんだろうかっていうふうに、その専門家の中では考えられております。ああ、まあまあ一応ね、その周防国の大内さんで雇われてるから、公務としてちょっと、まあ、探索も込めてね。で大内さんっていうのは応仁の乱の時は京都におったから、京都の情報っていうのをいろいろ仕入れることができたけども、こっちの国に帰ってきてしまうと京都の情報とか東北の情報分からへんから、常にやっぱね、でっかい国やから、周防の国でっかい海軍やから、覇権をいつでも狙ったろでみたいなこともあるから、いつ何時バトルになるかもしれんから、その時のことも考えて東国の情報は仕入れとかなあかんから、ちょっと誰か行ってくれみたいな感じで、摂取ちょっと行ってきて、お前絵も描けんねんから、明治以降カメラマンや、お前ミンデのあれは忘れてへんで、だからお前もだ東国行って、そういう風ないろんな情報をね、絵とともにビジュアルとともにちょっとね書いてわしに報告してくれやみたいな感じで言われたんじゃなかろうかなみたいな感じで考えられて、行ったと。でだどこに行ったのかというと、1482年、美濃の国に行きました。はい、美濃の国、これは岐阜県になりますね。でここで、まあ、作品を残したっていうのもあるので、これ行ったのは間違いないと。まあ応仁の乱の後の、まあ、情報収集も兼ねて行ったんじゃなかろうかと。まあ、結構応仁の乱で関わった人が美濃に行ったりとかもしてたみたいな、そういった人たちがどうなったのかの調査も含めて行ったんではなかろうかと。うん、でここで美濃を行った後、そのまま直帰せずに、他のところもいろいろ行ったんではなかろうかなと考えられております。まあ多分そうだろうと。なぜかというと、そうじゃないと、書かれない作品というのがあるんですよ、代表作で。特にまあ、どこ行ったかというと、加賀と静岡に行ったんじゃなかろうか説っていうのがあるんですよ。加賀、まあ、石川県ね。で、静岡はまあ静岡なんですけど、この静岡に行ったんではなかろうか、そこじゃないと、描いたとしか考えれないよねという作品があるんですよ。それが、富士山の作品になります。はい、ただこれも摂取が書いたんではなくて、おそらく摂取の作品を模倣して書いた、後々写しで書いたやつが残ってるもんじゃなかろうかっていうもんなんですけども、ただまあ摂取がどういうふうな絵を描いたっていうのが分かるので、非常に希少な、作品になります。それが富士美保政権地図っていう作品になります。それがこちら。はい、こちらの作品がね、めちゃめちゃ資料的に希少な作品になるんですよ。はい、まあ、どういう絵かというと、まあ、富士山が描かれてますよ。このデフォルメされた富士山面白いよね。このデフォルメマウンテン、富士山にも使ってんのかという感じなんですけども、この山ポコポコポコの3つのところが面白いなと。で、下の方にお寺が描かれてるんですよね。これは政権寺になりまして、で右側の方に美保の松原があるよという、このもう何絶妙の構図、これがね、もうすごい。で、もしかしたらこれね、美保の松原の右側にもうちょっと広く絵があったのが切れてなくなったんじゃないかみたいな話もあるらしいんですよ。ああ、なるほどねと。あったらどんな風になってたかちょっと楽しみだけど、まあまあそういう風な感じで、まあ、とにかくこの絵がめちゃくちゃ大事なんですよ。なぜかというと、こっから摂取以降、この作品ってめちゃくちゃいろんな絵師がオマージュで描いてるんですよ。はい、めっちゃ描いてる。狩野派の絵師もそうですし、他にもいろんな江戸時代の絵師とか、もう本当にありとあらゆる絵師がめっちゃ描いてる。で、
僕自身もよく江戸時代の狩野派の絵師の掛け軸とかの修理を受けることがあるんですけども、この構図の作品めっちゃ修理で受けることがあるんですよ。ああ、もう、もう、またこうか。だから左の方に富士山あって、下にお寺あって、三保の松原水ドーンの構図めっちゃ見るから、たまにこうつる飛んでたりするけどめっちゃ見るから、そういう風な感じで覚えていただければ、今後ね、富士山のこの構造の作品見るたんびに、あ、これは雪舟のあれから来てんねやなっていう風に全部つながるから、この構図見て覚えていただきたいなと思います。で、そんな中ですごいユニークな作品があるので1個ご紹介させていただきたいなと思います。それがこちら。はい、こちらが曽我蕭白の富士見保図屏風になりまして、曽我蕭白でいうと日本美術史上最大の問題児ということで、もうバイオレンスペインターとしてめちゃめちゃ面白い作品が多いんですけども、以前ね、曽我蕭白に関しては生涯をまとめた動画というのを用意しておりますので、よかったらそっちを見ていただければ。で、雪舟の影響これだけではなくて、めちゃめちゃ曽我蕭白というのは受けているので、その辺に関しても解説させていただいているので、よかったら見ていただければなと思うんですけども、まさにこれズバリそれでしょっていう作品になりますね。このね、富士山のデフォルデフォルメマウンテンですやん、これ雪舟の富士山のあの山ポコポコポコの3つのデフォルメマウンテン、それ使ってますやんの作品になります。ただやっぱ曽我蕭白はね、バイオレンスペインター奇想の絵師ということでね、そっくりそのまま真似で終わるような男ではございませんよ。じゃあ何が違うのっていうと、右の屏風のこの三保の松原あたりに虹をふわーっと入れてるんですよ。こんな虹描くやつおるみたいな感じなんですけど、ここら辺の奇想天外具合がね、やっぱり曽我蕭白やなということで、これはこれでめちゃめちゃ面白いなという作品になります。いかに雪舟っていうのが後々の絵師にすごい影響を与えたのかっていうのが分かりますし、そこをそこから自分流に解釈したっていう味わいも、感じ取れる作品になりますので、ぜひこちらも作品もね、楽しんでいただければなと思います。で、曽我蕭白っていうのはこの富士見保図屏風っていうのはこれだけではなくて、いろんなパターンの富士見保図屏風出してるんですよ。まあ、もちろん雪舟から影響を受けたっていうのは如実に分かる作品なんですけども、いろんなバージョン描くよっていうぐらい本当にこれ鉄板の構図になったんですよ。で、曽我蕭白だけではなくて、まあ、狩野派の絵師もそうですし、まあ、他にもいろんな絵師がこの雪舟の富士見保政権地図をもとにもう描いておりますので、もうそれを見たら、あ、この構図見たら、あ、もう雪舟から来てんねんなっていうふうに感じていただければなと思います。それが分かるぐらいの非常に大切な作品というのがこの富士見保政権地図になりまして、おそらくこの美濃の流れから静岡に行ったんではないだろうかというふうに考えられております。はい、まあ、こんな感じで東国の旅とかも終わりまして、晩年はおそらく周防の国にずっとおったんじゃないかなというところで、ここからね、雪舟というのは晩年期に入って、まあ、言うてももう60オーバーやからね、いつ亡くなってもおかしくはないんですけど、こっから雪舟というのは、代表作をバン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 出していく形になります。そうなんですよ。こっから代表作、国宝のほとんどがここから生まれてると言っても過言ではない。そうなんです、そうなんですよ。まあ、まずじゃあ何があるのかというと、1486年、67歳の時に山水長巻という作品を、大内さん、お殿さんにプレゼントしたというふうに言われております。はい、でこれどういう作品かというのは、ここから以降は後でちょっとまとめてご紹介するので、とりあえず何年にどういう作品を書いたかというのをざっとご紹介させていただきたいなと思います。はい、次が1495年、76歳、だからさっきの、山水長巻から10年ぐらい経った後残したのが、破木山水図という作品になります。はい、これはね、まあ、作品だけで言うと、まあ、これも国宝なんですけど、作品だけで言うと、まあまあ、そこまでの作品ではないんですけども、上に雪舟直筆の賛がめっちゃ書いてるんですよ。なのでそれも合わさって、これって国宝としてもう疑いようのない雪舟の作品だよねということで、認定されております。はい、でこの破木山水図っていうのも、まあ、もちろん後で説明するんですけども、結構独特な描き方をしてるんですね。ちょっとアブストラクトアートみたいな、抽象画みたいな描き方をしてるんですけど、この描き方っていうのは実は昔から、それこそ、雪船じゃない元の雪舟の落下の時ぐらいから、使ってるんですけども、それがこの時期ぐらいになってくるとより垢抜けて繊細なアブストラクトアートになってるよっていうのが分かるのが、この1495年、76歳の時の破木山水図になります。で次、その翌年1496年に77歳の時に絵下断筆図という作品を、描きます。はい、絵下断筆図、これもバカでかいだるまさんの絵なんですけども、仏画でございます。仏画で、人物画になりますね。雪舟にしては珍しいかなと思うかもしれないですけど、雪舟それでもね、結構人物画もちゃんと残してるんですよ。しかも結構うまいんですよ。それがまあこちらの絵下断筆図を見ても分かるかなというので、こういうのもまあ描きましたよと。
で、次1501年頃、これは確定ではないんですけども、82歳頃に天の橋立て図というのを描きます、はい、天の橋立て図、これもめっちゃでっかい作品で、なんか900メートルぐらいのところから、まあ、俯瞰して見たんじゃないかというふうな、見れることはないよ、ドローンとかもないから見れることはないんですけど、想像でここら辺に視点を置いて見たらこうなるだろうなっていうのをつなぎ合わせて天の橋立て図を描いたというすごい超スペクタクルな、作品になっておりますので、これも、晩年に描いたと、ほんますごいね、晩年になればなるほどすごいの描いてんなって感じなんですけど、そうなんですよ。で、次何を描いたのかというと、1506年87歳の時に、山水図を描きまして、これがもしかしたら絶筆ではないのかなというふうにも考えられております。はい。で、それを描いた後、おそらくしばらくして亡くなったのではなかろうかというふうに、考えられております。だから87ぐらいまで絵なんですよ。すごい長寿やね、めっちゃすごいね。だから普通の人が50年ぐらいで亡くなると考えたら、そこから倍ぐらい生きてるわけですよ。で40年ぐらい、だからすごい生きたわけなんですよ。でその後半の画業こそが、雪舟のもう巻き返しまくっていく人生やったわけなんですよ。サクセスストーリー大爆発だっていう、もうあれやったわけなんですよ。だからそういうふうにこう前半戦の苦労があって、転機があって、後半まくったよっていうふうな人生が雪舟の人生なんですよ。だからすごい起承転結あって、最後まあ大成して終わったねっていうところで、よかったねっていう、雪舟の人生になります。はい。はい、ここからはね、雪舟の代表作というのを一つ一つ見ていきたいなと思います。雪舟イズムがいろいろ感じ取れる、あの必殺技がめちゃめちゃ出てくるので、それを具体的にどういう風に出てるのかというのを見ていきたいなと思います。まず最初にご紹介したいのがこちら。はい、こちらが周到山水図ということで、雪舟の代表作中の代表作になりますね。おそらく教科書に作品が載っているとしたら、周到山水図の冬の方の作品、右側の作品が、出てるんじゃないかなと思います。私も、教科書で見たのはこちらの周到山水図の冬の方だったと思うんですけども、まあ、これ代表作が、まあ、これですよ、まず紹介しますよと。で、これはね、あの名前の通り、あの秋冬なんですけど、おそらく春夏もあったんだろうなと、考えられます。今現在はないんですけどね、まあ春夏があって、春夏秋冬の四季山水だったんじゃないかなと。だから雪舟って結構四季山水を描くんやなということなんですよ。まあ、さっきもね、あの、中国で渡って描いてましたけども、あんな感じで四季山水描いてるの流れの、作品がこちらになりますよと。でいつ頃描かれたのかについてはね、はっきりとは分かんないんですけども、雪舟イズムが結構出ている上に、結構整理整頓もされているので、まあ、帰国後に描かれたんじゃないかなと僕は思うんですけども、まあ、そんな感じでいろいろちょっと、一個一個見ていきたいなと思います。まず順番に、秋からちょっと見ていきたいなと思います。はい、まず下の方からなんですけども、もう速攻でデフォルメツリーが出てますね。デフォルメツリー、これ右の方にあるのが、デフォルメツリーでございます。バキバキに折れてますね。すごいなって感じですけど、で、これはデフォルメツリーでありながらどこでもツリーでもあります。これ完全に岩場から生えてるじゃないですか。どういうことなんて感じなんですけどね。他にもまあ木ちっちゃい細いのありますけども、全部出どころがようわからんなって感じなんですけど、これが雪舟なんですよ。どこから生えててもいいの、こんな感じで木ってあるでしょって言われたら、そうっすねって言わざるを得ないぐらいの、なんでか知らんけど説得力があるのが雪舟のツリーの描き方でございます。はい、これが、特徴の一つになります。で、味付け木点もいっぱい出てますね。この点々はほんまなんなんよね、いわば石ころだからよくわからんけど、にしてもどん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 売ってますよね。これがね、雪舟のほんま味付けなんですよ。もう塩コショウを振るような感じでパン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 で至る所で売ってるっていうのが、この雪舟の、雪舟イズムになります。はい。で、ちょっとそれが上がっていくと、ペイントイットブラックが出てくるわけなんですね。これ岩場のところ黒く塗ってるじゃないですか。なんでここ黒く塗るんやろなって感じなんですけども、これが雪舟の雪舟イズムでございます。ペイントイットブラックでございます。でそこら辺に岩場を形作ってるのが恋太描線でございますね。恋太い線でいっぱい描いてます。まあ木を描くのもあの恋太描線で描いてますけども、基本的にこの恋太描線めちゃめちゃ多用しているのが雪舟でございます。で、これ岩場の方の薄墨シャッシャッシャーも特徴的なんですよ。これ、すごいですよ。これシャッシャッシャーね、あの、現物見て拡大して見てみると、このシャッシャッシャーの筆使いまで感じ取ることができるんですよ。これすごい勢いでファッファッファッって履いてるわけなんですよ。これはね、なかなか勇気がないとできないんですけども、あの計算でやってるというか、本当本能でシャッシャッシャーこんな感じだよねみたいな感じでファーって履いてる。それでこんな風に岩場の表現テクスチャーができてるっていうところが、さすがやなって感じなんですよ。
で、これはね、構図がジグザグ誘導、めっちゃ使われてるんですよ。ね、手前の方から上がっていきまして、ジグザグジグザグして、だん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 上に上がってて、最後、あの楼閣がゴールなんだと思うんですけども、そこに行くまでに中間地点に、人を配しております。人物を2人配して、ちょっとアクセントにしてると。で、雪舟のこの、人物っていうのもなんか特徴的なんですよ。これ必殺技には挙げなかったんですけど、なんかこう、お辞儀してるというか、ちょっと、猫背みたいな、そういう風な描線で描くのが雪舟の人物なんですけど、こういうふうにまあ人物っていうのも特徴的で描かれているのが面白いなっていうのがこちらの作品になります。で、楼閣の上の方に行くと、これはね、上空の余白がめちゃくちゃ大胆なんですよ。この抜け感やばいなって感じなんですね。だから雪舟って本当、書き込むところはめちゃめちゃ書くんですけども、抜くところは大胆にもうブワーって何も書かへんよっていうぐらい、まあちょっとグラデーションで墨ファーって吐くようぐらいはあるかもしれないですけど、ほとんど何も書かない。この粗密のバランスというか、それがね、本当卓越してるんだ。それが構図力につながってるんだなって感じで、めちゃくちゃ面白い。違和感を感じさせないというところ、さすがだなと。で、天正秋分の時ぐらいまでっていうのは、やっぱりね、中国から伝わってきた水墨画をそのまんま、まあ、そのまんまとは言わないですけども、それをちょっと、まあ、真似事のレベルを出さないなっていうのが正直なところなんですね。で、まあ、上品に上品に整えて描いてますよって感じなんですけども、雪舟っていうのはもうそれを完全に肩を破って自分の好きなように本能で描いてるからね。そういう風にできるようになった、使いこなせるようになったっていうところで、やっぱり水墨画の画線なんだなっていうところがよくわかる、作品がこちらかなと思います。で、冬の方もちょっと見ていきたいなと思います。冬はね、もっとよくわかるから、もっと面白いから、ぜひちょっと見ていきたいなと思います。はい、はい、こちらもね、下からちょっと見ていきたいんですけど、デフォルメツリーがもう出てます。まあ、これそこまでデフォルメ、いや、してるか、してるね。バキボキに折れてる。なんか人がダンスしてるよ、みたいな感じ。そんな感じで、なんか木もダンスしてるよ、みたいな感じでデフォルメされてますけども、めちゃくちゃ面白いなと。で、これもね、やっぱりどこでもツリーかな。なぜか岩場から描かれるんですよ。これもしかしたら岩場ではなくて土なのかなっていうふうに、こっちがちょっと気使ってそう捉えなあかんのかなって思うぐらい、まじまじと見たらちょっといろいろおかしいなっていうのが雪舟なんですけども、まあまあこれもどこでもツリーということで、まあまあもう納得しましょうと。で、これはね、下の方に船が描かれているので、その船があることによって、ここら辺が、あ、右側は水辺やねんなっていうのが分かる。こういうふうな匂わせ的なテクニックを使うっていうのも、雪舟にはよくあることなんです。まあ、これも使われているので、船から上がって人が歩いてるんだなっていうのが、分かりますよと。で、その人が歩いてるちょっと下のところに、はい、これもペイントブラックですよ。これぞペイントブラック、わけわからんペイントブラックやね。今までは岩場のちょっと一部分を黒く塗るよとかでペイントイットブラックが使われてるのはよくわかるんですけど、これ何のペイントブラックなのかようわからへんなっていうようなペイントイットブラックなんですよ。まあ、でもまあまあ多分ね、水辺とこう岩場の陸地との境目のところに黒い置いた方がええやんみたいな多分発想やったんやと思うんですよ。で、そこから上上がるとちょっと段差あるようにするために黒置いた方がええやんっていう、なんか置いた方がええやんっていう多分本能で置いてるんやと思うんですね。こういう風なツッコミどころがめっちゃ多いのが雪舟の面白いところなんですよ、作品の。はい。で、その上の人物の上の岩場、そこに使われているのが薄墨シャッシャッシャーなんですけど、この薄墨シャッシャッシャーはね、めちゃめちゃ生々しい、現物みたいにより強く感じる。ようこんな、なんか適当って言ったらあれやけど、適当でファッファッファーって入っただけで、こんな岩場のテクスチャーこんなに綺麗に表現できたなってほんまに思うぐらい綺麗にシャッシャッシャー、生々しさ、筆の跡が今でも感じ取ることができるっていう薄墨シャッシャッシャー、ぜひね、この作品ご覧になられたらね、楽しんでいただければなと思います。で、随所に味付け墨点はもうところどころ売ってますからね、トンテ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 ンってもう売ってますから、雪舟にも味付け墨点はつきものだと思ってください。はい。で、恋太描線でいろいろな輪郭を取ってますよっていうのもありますね。この濃い線、濃い太い線っていうのもね、本当に至るところであるので、これが使われてたら、あ、雪舟乗ってるなっていう感じが分かるので、ぜひね、楽しんでいただければなと思います。で、こちらもジグザグ誘導が使われてますね。はい、ジグザグジグザグされておりまして、特に人がこれは歩いてるような感じで、そのジグザグを通ってるから余計それ感じるんですけども、ジグザグ右左右左右左ってこうどん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 奥に誘われていきまして、おそらくこの楼閣がゴールなんだろうなと、思います。このジグザグ誘導もね、非常にうまいこと使われてるのがこちらの作品になります。いや、しかしでもこの薄墨シャッシャッシャーね、この人の上の方の薄墨シャッシャッシャーは、これはね、本当エロいなと思いました。現物見たこと
ことがあるんですけども、この宇都宮シャッシャッシャーは本当にうまいこと、いい筆使いをしてる、あおもろいな、これ雪舟となんか会話できてる感じがするわっていう風な感じ、そうなんでぜひ見ていただきたいなと思います。で、この作品の中での一番のポイントがやっぱりね、このゴリッと岩場になりますね。ゴリッと岩場、右からせり出してるぜの岩場、これどういう状況なんて感じなんですけど、断崖なんですね。断崖、崖がせり出して、ちょっと見えてますよと、コブみたいな感じで出てきてるんですけども、これを表すセンターズドーン の恋人描線、これがすごいんですよ。これがすごい、このセンターズドーンのこう線をよう入れようと思ったなっていうことなんですよ。こんなん普通で考えたら入れないからね、無理、なんか怖いやん。だって絵壊れるよ、絶対破綻するよ。だってよく考えて、よく考えて、よく考えて、風景画描きましょうって誰が真ん中にズドーンってこう線描く、絶対その線なんなんてなるじゃないですか。でも雪舟は入れたい、なんかムラムラっときたんでしょうね。ここ入れたい、これ崖せり出してるようにしてセンターのこれ描線入れたいって書いて、それを絶妙なバランスでなんか絵が破綻しないようにちょうど絶妙にバランス取ってるところに描いてるっていうところがね、すごいなって、この作品は本当に傑作やなと、おもろいなっていう作品になります。でこの恋人描線って書いたゴリッと岩場のこの岩場の薄墨シャッシャッシャーまで、これまたエロいのよ、もうすごいな、このもう合わせ技じゃないですか。ゴリッと岩場に恋人描線に薄墨シャッシャッシャーですよ、もうすごい。でさらに味付け墨点も入れてますよと、もう この岩場大好き、ちょっと持って帰りたいなと思うぐらい本当にええ作品というのがこちらになります。もう このセンターライン、本当このセンターラインだけでこの作品もうすごい語ることができるという、もうすごい特殊になります、はい。で、そのゴリッと岩場の横に、デフォルメマウンテンがあるわけなんですね。デフォルメマウンテン、これが雪山になるわけなんですよ、塗り残しスノーも使ってますよということで、これで雪山塗り残しで雪も表してます。こんな山の形ないからね、すごいなって感じなんですけども、ここら辺が、雪舟やなって感じ で、こんなせり立った山っていうのは、これ見ただけで、あこれは日本の風景ではないんだなっていうのもよく分かった。日本の山でこんなせり立った尖った山ないからね、もう明らかに中国っぽいなって感じなんですけども、ここら辺もやっぱ雪舟やなっていう感じがしますね。でしとったんですけども、あのデフォルメマウンテンの雪山の下、楼閣の上になんかフワーってあるじゃないですか。なんやねんこれ、なんか富士山の出来損ないみたいな山が描かれてると、これなんでこれ描いたんやろなっていうところなんですけど、これは多分本能で描きたくなっちゃったんだと思います。これがなかったらなんか雪山だけで城だけでなんか物足りへんな、なんか墨入れてなんかちょっと山っぽくしようかなということで、これはね、謎の、外グマというテクニックが使われてます。外グマ、何なん外グマっていうと、対象の外側を薄墨でぼかして、目立たせる技法を外グマって言います。簡単に言うとドロップシャドウみたいなもんですよ。フォトショップやってる人だと分かるかもしれないけど、シャドウを入れることで対象が浮き立って見えるよという感じ。輪郭線なくても影を入れることで対象が見えやすくなるってあるじゃないですか。あんな感じのテクニックがこの雪山でも使われてる。なんでここにでもそれ入れたんって感じなんですけども、入れたかったから、ただそれだけだと思うんです。雪舟ってそういう人、本能型のペインターやから、もうほんまにおもろいな、もうツッコミどころも満載なんですけども、だから雪舟っていうのは整理整頓されてないっていうのが特徴と、一番最初に言いましたけど、そういうことなんですよ。もうなんか破綻してないと雪舟じゃないって言われしめるだけの、確かにそうやなって思います。その方は、その方やったから乱暴力という表現をされてたと思いますけども、確かに乱暴力だと思います。雪舟は乱暴力がないと雪舟の絵になってない、これは本当に乱暴力いっぱいあるなっていう作品になります。めちゃくちゃ面白いなと。でまあ、全体的に見るとこの冬の作品というのは抜け感がある山水なんですけども、全然そんな感じに感じさせないというのは、やっぱりこのセンターラインが全てなんかなと。これがあることによっても絶妙にこの映画もうね、もう孫うことなき室町水墨画の金字塔といっても過言ではないんじゃないかなと。本当に面白い雪舟の代表作になります。はい、で続いてご紹介したい作品がこちら。はい、こちら四季山水図鑑っていう巻物になりますね。山水長巻とも言われてます。これもね、雪舟さんの中では代表作中の代表作になります。なんてね、16メートルの巻物なんですよ。16メートル、長いな、すんどんだけ風景描くねんっていうような水墨画。今でこそそんだけ長い巻物描く人いるよ、いるよ。横山大観とかもめちゃめちゃ長いの描いたけど、横山大観は言うても明治時代以降の人です。室町時代に16メートルの横長の水墨画、しかも水
水墨画自体がさっき言ったおあの、ね、中国の真似事だよのレベルからいきなりこんな自由自在に描きこなすでっていう16メートルの巻物を描く人すごいなっていうことでもう当時からこいつは規格外だみたいな感じで考えられたお宝がこの四季山水図鑑になります。でこの四季山水図鑑って書いてる通りに、ね春夏秋冬がこの16メートルの中で、微妙に移り変わりながら描かれてるんですよ。それはねこれからダイジェストで一気に作品をご紹介させていただきたいなと思います。雪舟の必殺技が至るところに使われておりますのでそれを注目しながらね、ご覧になっていただければなと思います。はい、いかがだったでしょうか。いやこちらはねこのシームレスな移り変わりっていうのがすごいなって感じましたね。あのシームレス、まあ、縫い目なし、まあ、場面転換がいっぱいいっぱい行われてるんですけどもどれもね違和感なくなんか自然とこう移り変わっていく、その中で春夏秋冬も移り変わっていくよってくるシームレス感っていうのがすごいなというふうに感じました。ここら辺まで水墨の技術を使いこなせるようになった雪舟っていうのはやっぱりすごいなというふうに思いますね。で人物の描写っていうのもねいっぱいありましたけどもめちゃめちゃ細かいんですよ。うん、あの当時、まあ、細かい描写って日本の描き方にもあったんですよ。水墨画ではなくて大和絵という、まあ、日本独自の描き方にも細かい人物の描写というのはあるんですけども、それとはまた全然違った細かい墨のタッチで、よりちっちゃな人物が躍動感を持ってこう描かれ込まれてるなっていうのがあなかなかすごいなっていうふうにあの感動しましたね。すごいなと思いました。で、後世こちらの作品っていうのはめちゃめちゃ多くの絵師がねお手本として描く形になったんですけれども、その中でこんなエピソードが、あります。ちょっと面白いエピソードがあります。江戸時代の、八代将軍やったかな、徳川吉宗さんっていう、まあ、暴れん坊将軍って言われた、まあ、将軍がおったんですけども、その人は結構文化好きで絵とかも好きやったので雪舟のこの作品の模本が欲しいと思ったらしいんですよ。
で当時の御用絵師狩野派の御用絵師に、あ、ちょっと俺段取りしたるからお前写せみたいな感じで命令が行って、で持ってるのが、当時はもう周防国は毛利さんが治めるようになってたので、毛利さんに頼んで、あの、ちょ毛利お前のところ雪舟のこのすごいなんか16メートルの作品あるやろ、あれをちょっと持ってきてくれや、まあ、上洛の時には参勤交代の時でもええからさ、ちょっと持ってきてくれや。でそれをうちの狩野派の絵師がさ、あの、ちょっとお手本として描いて、それを俺もちょっと楽しむから別に取ろうとは言ってへんが、ちょっと持ってくるだけ持ってきて貸してくれやみたいな感じの、命令がいったと。な、毛利さんも、ちょっと嫌やな、もう大事にもうほぐうちの家宝として置いときたいの、もうでも将軍が暴れてはるからもっと持っていかなあかんわみたいな感じで、でしゃあないから持っていこうと思ったけど、本当やったら水路で行った方が早いですよ、まあ、あの山口県やからね、水路で行った方が早いんですけども、万が一これ船で何かあって水没とかしたら嫌やなっていうことで万全を期して、あの、陸路で行ったらしいんですよ。陸路で持って行きましたよと。でなんとかまあまあ参勤交代で行ったかどうかはよくわからないけど持って行きまして、あ、持ってきました言うたら、あの、おしおしありがとうありがとう、ほんでちょっと狩野派の絵師にちょっと渡すなみたいな感じで狩野派の絵師に渡して書いてもらってたんですけども、あの、普通はこれ預けっぱなしにして出来上がるまで、あの、まあ、出来上がったら返してねなんですけども、あの、毛利さんはあまりにも心配で、あの、毎日、あの、今日終わりましたって言ったら、あ、すいません、ちょっと一回返却していただいていいですか、ちょっと僕ホグホグしたいんでみたいな感じで言って、毎日こうね、その預けずに持って帰って、でまた翌日に、あ、今日また返してね、何もなかったよ、大切に扱ってくれてね、ありがとうみたいなチェックをしながら渡して、でまた返してもらってずっと繰り返したらしいんですよ。でやっとできましたよっていうのが、1個は幕府が、持ってると、お殿さんもと吉宗が持ってて2個作ったらしいですね。でもう1個は狩野派のそれ以降のお手本としてまた使われるようになりましたよっていうエピソードがあって、だからめちゃめちゃ毛利さんっていうのはこの巻物っていうのを大事にしてて、本当に家宝というふうな感じで受け継いでいくもんやっていうふうなぐらい大切にしてたんだよっていうのがよく分かるエピソードになります。のおかげで、まあ、現在も、ね、それが残ってるということなんでね、まあ、毛利さんありがとうございました、そう、あのね、ちゃんと大切にしてくれたから今現在我々が見れるという、それぐらい後世の絵師たちにとってはもうこれっていうのはお宝中のお宝というふうに全員認識するぐらいのすごい国宝やったわけなんですよ。まさにこの時から国宝やったわけなんですね、まあ、現在も国宝ではございますけども、まあ、こんな感じで大切にされた作品なんですけども、あの、専門家の方から言わせると、これこそ雪舟の息吹がめちゃめちゃ感じ取れる作品だよっていうことらしいんですよ。どういうことっていうと、あれがね、雪舟の本能がめちゃめちゃ出てるらしくて、これ16メートル、多分下書きも何もなしに雪舟っていうのは書き始めたんちゃうかなと言われてるんですよ。だから、あの、乗ってる時はめっちゃうりゃーって書いてるんですけど、だんだんなんかちょっとへばってきたなっていうのをなんか筆の筆致から見て取れるらしいんです。専門家クラスになってくると、あ、これに摂取疲れてるな、なんかもう飽きてきてるな、あ、ここでちょっと抜いて休憩してるな、あ、でここでまた挽回して乗ってるなみたいなのが見て取れるらしいんですよ。へえ、そうなんやと思って、で最後ら辺になってくるとなんかちょっと面倒くさくなって、もう飽きて早く終わりたくなって適当になってるなっていう、なんか下書きの線とかも消し忘れてるぜみたいなのが分かるみたいらしくてね、すごいめっちゃ面白い。そんな感じで見たらこれ余計ちょっと味わい深くなるなっていう感じになるんで、そんなもう見ながら宝探しをするような感じで、この摂取の山水浄化、摂取の息吹も感じながらね、ぜひ楽しんでいただければなと思います。はい、で続いてご紹介したいのがこちら。はい、こちらが破木山水図っていうことで、こちらの作品どういう作品かっていうと、晩年の作品なんですけども、雪舟さんのところにお弟子さんが神奈川県からなんかから来たらしいんですよ。で修行しとって、で免許改伝や卒業しますわっていうことで、その弟子が雪舟さん僕免許改伝になったんでなんか記念に一筆書いてくださいよって言って頼んだら、雪舟がおー分かった分かったって言って、この山水バーって書いて、でなんかもうわしは生まれた時からこうでこうで修行してえらいんやぞみたいな山をいっぱい書いてましたと、自筆の山を書いてますよという作品を、書いて弟子にあげたと。弟子はありがとうございましたと言った感じでくるくるくるって丸めて持って帰ろうとしたんですけど、よう考えたらこれをもうちょっと、ね、権威付けしたいから、あの、京都のお坊さんにこの絵に関して山をいっぱいもらったやつも、ちょっともらってこようみたいな感じで、いろんなお坊さんにいろんな山をね、もらったんですよ。この絵に対する山をもらって、で最後帰ってきたか京都でか分かんないですけど、全部ガッチャンコして一つの掛け軸にしましたよがこちらの作品になりますよということで、作品の方をちょっと見ていきたいですけども、これはねちょっとテクニック的に言うと発木というテクニックを使ってるんですよ。発木、これはまあ輪郭線を用いずに墨を跳ね散らかすような感じで、描く、まあ、ちょっと雑い描き方になってくるんですね。
細かく細かく書くのの正反対も省略して書いていく、必要最低限の表現だけで書くっていうのがこの発墨っていうテクニックなんですよ。で見てみると、まあ、上はね何書いてるのかって言ったらこれ山なんですよね。うっすら伏見ファーって書いてますけど、これが円形に見える霞む山を表してますよと。まあ遠くの方に行くとねそんな綺麗に見えないじゃないですか、切りかかったりするので、それはまあファーってうっすら線引いてると。でそれよりさちょっと下がっていくと、なんか隅でぐちゅ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 って書いてますけども、これまあ山になるんですね、中景の山になりますよと。で、その下に行くと、その崖というか、まあ、山の下の方に見ると、なんかあるなと、これ何なのかなってよく見ると家なんですね、まあ、建物ですと。でその建物の横からなんかピュッてなんかこう出てるのが、これがねなんか食べ物やかなんか、なんかのお店を表す旗みたいな、そういうふうなものの表現らしいんですよ、この当時でいうと。だからこの当時知ってる人からすると、あこれはこのお店やねんなっていうのが理解できるっていうのを、必要最低限の筆数だけで今表現してると。で、その後その右の方になんかふにゃふにゃふにゃってなんかね横棒で書いてますけども、これは船に乗ってる人なんですよ。なのでこの船に乗ってる人を描くことで、下のこの空白っていうのが湖もしくは川になるというね、そういうふうなマジックがあるということなんですよ。これすごいことですよね。最低限のものを描くことで、配置することで、ここにはもう山があって川があってそこに人がいてっていう、すごいいろんなものが想像できるっていうものを、たったこれだけの日、あの多分描いてる時間というのは、ね、めっちゃ短いと思うんですよ。まあ、弟子に頼まれて描いてください、もうしゃーないな描いたらファッ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 ファーって描いたぐらいやから、そんなに時間かかってない中でもこんだけの世界観をこんだけの少ない筆数だけで表現したっていう、摂取芸術、摂取マジックの、凝縮されたものとして傑作だというふうに考えられてます。で、やっぱりね、この描法とか、世界観、感覚っていうのは、まあパッと見で見たらね、下手うまな絵やな、描けそうで描けないパターンやとか、なんかそういう人がいるかもしれないですけども、絵を描く人にとってはこの領域っていうのは、あすごいすごい領域に達してる人やっていうやっぱ感じるみたいで、後世の狩野派とかもやっぱりこの破墨山水図っていうのを見て模写してみたりとか、なんかそれの影響を受けたな、この技法を取ってみようみたいな感じで、江戸時代ぐらいになってくると摂取といえば室町水墨のもう金字塔みたいな、そんな風な感じで考えられるという、まあ、そういう風に言わしめるぐらいの作品が、こちらになります。はい、でこちらの作品なんですけど、どういった経緯か分かんないんですけども、18世紀江戸時代中期では、京都の相国寺に収められてたらしいんですね、まあ、所蔵してたらしいんですよ。ということは当時の京都の相国寺っていうのはめちゃめちゃこの絵師たちとつながりが多かったんです。特に伊藤若冲が有名なんですけども、それ以外の絵師も結構相国寺に出入りしたり、で相国寺っていうのも年1回か2回、自分のお宝を虫干しするよっていうのをやるんですよ。大虫干し大会みたいな感じのことをするんですね。なら、その時に関しては誰が見に来てもいいよっていう風な、まあ、公開の仕方をするらしいんですね。だまあ絵師たちも修行の、まあね、あれも兼ねて、相国寺のお宝が見れるらしいから、ちょっといろんな見に行こうみたいな感じで、そこで絵の勉強写生スケッチしたというふうに言われているので、だからこの作品っていうのも虫干しされてて、いろんな絵師とか見に行ったというふうに考えられるんですよ。その証拠に結構京都で有名な絵師がこれと全くそっくりなやつを描いてるんですよ。はい、それが残ってるのでね、まあ、こういうふうな感じで、まあ、摂取っていうのは本当にいろんな絵師たち、まあ、伊藤若冲にも当然これ見て影響を与えてると思うので、じゃあそう考えたら伊藤若冲って後半こう結構アブストラクトな水墨画にこう振っていったので、こう摂取の影響っていうのはあったのかなと考えたので、めちゃくちゃ味わい深い、そういうのが分かる、一つの資料としてもこの作品っていうのはめちゃくちゃ面白いので、そういったものを感じながらこちらの作品また楽しんでいただければなと思います。はい、で続いてご紹介したいのがこちら。はい、来ました、絵家断筆ということで、来たね絵家断筆この作品もねめちゃくちゃ面白い作品なんですよ。うん、とりあえずまずでっかいね、まずでっかいんですよ。でこれ何してんのっていうと、白い人がだるまさん禅宗を開いた人ね。でこれ何してんのっていうと、だるまさんが壁に向かって何年間かこう座って修行してたんですよ。もうここ動きませんよっていう有名なだるまの修行がやってたんですけども、そういうね空気読まずに弟子入りしようとしたやつがいたんですよ。絵家さんっていうんですけどね、すいませんだるまさん、ちょっと弟子入りさせてくださいって言ったら、だるまが無視やったんですよ。俺壁に向かって今残念しとるから ほっとけよもうっせえなみたいな感じで、がん無視。エカさんめげずに、ちょうどだるまさんの、もうちょ無視せんと僕弟子にしてくださいよ。シーン、
あ、分かりました、分かりました。そうやってしかと決め込むつもりなんですね。もうしかとしようとするのはいいですよ。もうしかとできないような行動を私がして、あの覚悟を見せてあげますよということで、F さんブチ切れて、何したかというと、自分の腕を、剣かなんかでブシューって切ったらしいんですよ。なんでって感じなんですけど、切って、ブシューって血出てるんですけど、手持って、だるまさん、僕の覚悟、見てください。弟子にしてくださいって言ったら、さすがにだるまさんも、あ、やば、こいつ、めまじ、これちょっと無視したやばいやつやということで、まあ、一応弟子になることできましたよ、みたいなお話があるんですけども、その場面を描いたのがこっちということで、エカさんがダンピーは腕を切りましたよの図になります。どんな状況やねんって感じですけども、これを描いたのがセシューさんということで、これもでもめっちゃ迫力あって、もこうダルマのガン無視具合とエカさんのちょっともう痛いんですけど見てくださいの腕を持ってる図っていうのが、ね、めちゃめちゃ面白いので、楽しみに見ていただければなと思います。はい。で、こちらの作品こそが前半戦で言った東福寺の画僧吉三明兆の影響を摂取がもろに受けたんじゃないかと考えられる作品になります。はい。なんでかっていうと、吉三明兆っていうのもめっちゃでっかいだるまさんっていうのを描いてるんですよ。それが結構これに類似してる。それをちょっと見比べてみたいなと思います。それがこちら。はい、こちらは右側のだるまさんが吉三明兆のだるまになりまして、あの衣の色はねちょっと摂取色とは違いまして、赤になってますね。だから紅白ということで、まあ、それ狙って摂取白にしたんかなというところなんですけども、まあ、違うかもしれないですけども、まあまあ、 そこは違いますけども、全体的な雰囲気というのはよく似てるじゃないですか。まあ、ダイナミックな感じ、あの岩場でゴーって全体が力強くなって、だるまさんの顔というのをめちゃめちゃしかめつらで怖いぜというこういう風なパワーあるところというのはね、おそらく吉三明兆の影響を受けたんじゃないかなというのが感じ取れると。だこういう風な感じで東福寺にやっぱり世襲というのは関わりがあって、吉三明兆の作品から影響を受けて、それを自分なりに解釈してこのだるまさんを描いたという風に考えたので、非常にスマートかなというところなんですね。まあ、もちろんね、世襲の世襲イズムも随所にこの作品には出ております。まずだるまのエモンセのデフォルメ感に関してはね、これは吉三明兆よりもさらに倍化させて世襲独自の必殺技だなと。これ、まあ、デフォルメエモンセって言ってもよかったんですけども、エモンセでこんなにやってるのこれしか僕見たことないので、そこはまああえて言わなかったですけども、デフォルメエモンセンと言ってもええかなと。にコントラストすごいね、顔のこんなめっちゃ細かく描いてるのに対してこんだけデフォルメのエモンセンにしてるというところがね、なかなかこのバランス感覚面白いな、なんかアブストラクトアートやなみたいな感じなんですけども、まあ、こういう風にしてると。でやっぱりねこの作品、まあ、だるまさんも面白いんですけども、岩場ですよね。岩場、これがねめちゃめちゃ特徴的かなと。まあ恋人描線でもめちゃめちゃガン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 って力強い描線で、形作ってる上に、薄墨シャッシャッシャーもめっちゃ入ってるんですよ。これで岩場のテクスチャーっていうのが躍動感あって、なんかもうすごいザラザラ感っていうかな、ゴツゴツ感っていうかな、こういうのがめっちゃ感じ取れますよと。でそれプラスして味付け僕店もところどころにバン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 と打つことによって、もう摂取って岩とか山描かしたらやばいね。うん、この本能でやるこの岩場とか山場すごいなって感じなんですよ。でまあこれ岩場もすごいなってところなんですけれども、これエカさんの顔の表情というのも結構ね細かく描かれてるんですよ。エカさんは坊主頭で、まあ、ヒゲとかもめっちゃ細かく意外にデリケートに描かれてるんですよ。だからそこから考えると摂取っていうのはね、人物画も結構やっぱうまかったんかなというふうに感じますね。はい。まあこれ以外にも摂取で少ないですけど人物画は描いているんですよ。うん。それが結構ねうまい人物画描いてるので、やっぱねなんか摂取で言ったら風景画のイメージ強いんですけども、人物画もしっかり描けたんだなというのが非常によくわかる作品がこちらかなと思います。こちらの作品というのは後世いろんな絵師に影響を与えたんですけども、今現在のアーティストにも影響を与えております。へえ、そうなんや。今現在、そう、令和の今現在のアーティストにも影響を与えているんですよ。それ誰かっていうと、あの現代アーティスト村上隆でございますよ。へえ、そうなんです。そう村上隆さんもこの絵画断筆図からインスピレーションを受けた作品というのを残しております。それがこちら。はい、こちらがね、摂取の絵画断筆のオマージュした作品になりまして、なんかだいぶすっきりしたね、人物の顔とかないけど、なんか言われんかったらよくわかんないの、なんやろうなって感じなんですけど、これよーく見たら元ネタ知ってたら全部つながってくるんですよ。まずね、この下の方で白いのあるじゃないですか、なんかアザラシの口みたいになってますけども、これが手を持ってますよっていうことで、この白、これ手で持ってる、手が手を持ってるんですけども、白い衣は、そう、だるまさん白い衣着てましたよね。摂取の前のだるまさん白い衣着てましたよね。だからこっちがだるまさんの方なんですよ。
で、じゃあ上の赤いのあれなんなんていうと、あれがエカさんの手切った腕の方なんですよ。じゃあそれで滴り落ちてる、あ、これエカさんの血なんやっていうのが、これ元ネタ分かったらこの表現だけで分かるよっていう作品なんですよ。こういうふうなインスピレーションを受けてるっていうのが分かるとね、非常に面白い。で、こちら村上隆さんは、この作品では結構いろんな何パターンが書いておりまして、500羅漢帝の時は確かこれ背景がドクロやったりしてる、いろんなパターンがあるみたいなんですけども、結構このパターンの作品、雪舟の作品で影響を受けて、作ったんだなっていうのを考えたらめちゃくちゃ面白いなっていうところなんですよ。でちなみに言うと、これちょっと余談ね、これ余談なんですけども、これ楽観に、鬼神祭蛇足剣隆っていうふうに村上さんは入れております、はい、鬼神祭蛇足剣隆、これは何なのかっていうと、あの蘇我蕭白の楽観でございます。はい、鬼神祭蛇足剣って蘇我蕭白がよう使ってた楽観なんですよ、に、隆と入れることで、ここら辺もちょっと遊んでるなっていうのが分かって面白いなっていうところですよ。だから、蘇我蕭白、先言ったね、日本美術史上最大の問題児と言われた、蘇我蕭白も、摂取の影響をバリバリ受けているので、で、村上隆さんも摂取もそうですし、蘇我蕭白の作品のオマージュもやってるので、そこら辺をいろいろひっくるめて、ここら辺にわしはちょっとこういう風に書いたのかなっていうのが見て取れて、それを分かってると、この村上隆さんの楽観のところも非常に面白いよという作品になります。はい、でちなみにこの作品は現在見ることができます。はい、それがこちら、はい、2月3日から9月1日まで京都の京都市京セラ美術館で、現在村上隆もののけ京都展ということで、約8年ぶりの国内での、村上隆さんの個展というのが行われておりまして、そこでこちらの作品というのは展示されております。私のこの作品の写真というのもその時に撮影してきたものなので、写真撮影自由なのでね、ぜひね、9月までやっておりますので、こちらの作品も注目して見に行っていただければなと思います。で、村上隆さんに関しては以前ね、予習動画と、独占インタビュー動画というのを制作しておりますので、そちらを見ていただいた上で、こちらの村上隆でどんどん新作が出てくるみたいなので、1回行ったよって方も2回3回で全然楽しんで見に行っていただける展覧会だと思いますので、ぜひねこちらも楽しんでいただければなと思います。まあ、こんな感じで後世の絵師にまで、もう現代の絵師にまで影響を与えまくっているっていうのが、雪舟になります。はい、で続いてご紹介したいのがこちら、はい、来ました、天橋立図ということで、京都のね、日本三景の一つで天橋立でありますけども、日本の風景を水墨画で描きましたよ、こんなダイナミックにが、当時のこの時には出るのがめちゃくちゃ珍しかったということで、これは凄まじい傑作だよ。めっちゃでかいのこれ、縦でね、89.4cm あって、3尺ぐらいあるね。で、横で、168.5cm ということなので、まあ、1m50cm 以上、めっちゃでかいよっていう大画面に天の橋立をちょっと俯瞰した状態でわーって描かれてる水墨画で、この当時の水墨画、中国の真似頃からまだ出し切れてなかったのに、雪舟こんなところまで描けるようになったっていうのをここ見れるのもすごい感動もんの作品がこの天の橋立図なんですよ。で、この天の橋立図っていうのは、実際の風景をそっくりそのままこういう風に並べたっていうわけではないんですよ。そういう風に見える場所っていうのはないんですね。それを雪舟が自分の頭の中で再構成して、これはここら辺にこうしてこういう風にして一つの、ね、まとまりにするように構図取ろうみたいな感じでしてるっていうのが、ここが雪舟イズムなんですよ。はい、雪舟っていうのは ありのままの構図っていうのをそのまま絵にしようとしたわけではなかったんですよ。それを一回自分の心の中に落とし込んで、で見る人がそれがここの風景だねってちゃんと感じ取れたらいいでしょ、それ自分の心象風景を描けばいいんだよっていうことで、水墨画の技術を使ってそこら辺をうまくもうまとめきったよっていうのが雪舟の水墨画イズムなんですよ。だからあの本当のリアルな風景じゃなくて、それをうまいこと再構成するっていう技術っていうのは、ちゃんとその水墨画の技術とかをちゃんと分かってないとできなかったねっていうところで、雪舟すげえって当時から言われてたっていうのがよく分かるのがこの天の橋立図っていうことなんですよ。で、この天の橋立図はね、もしかしたら下書きやったんちゃうかとも言われてるんですよ。そうなん、こんな傑作やのに、そう、下書きやったかもしれないですよ。まあなんか、いろんな紙をいっぱいペタ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 貼って一枚物にしてるねとか、いろんなそういうのから考えたら、下書きやったんちゃうかなと言われてる。本ちゃんはどこやねんって感じなんですけど、本ちゃんはまだ見当たってるのに、どっかに行っちゃったみたいなんですけども、下書き、でもそれでもすごいよっていうことなので、ぜひね、こちらも、もうその壮大な雪舟イズムをブッシャーと浴びていただきたい作品になります。はい。で、こちらの作品なんですけれども、確かに下書きやからかもしれないですけど、今までご紹介
介した必殺技っていうのが、そんなにね使われてないんですよ。あのデフォルメツリーとかあの薄積みシャッシャッシャとか、ま、全く使われてないことはないんですけども、やや控えめでございます。それはまあ下書きやからという理由やったら納得できるじゃないですか。下書きで別に本気出してシャッシャッシャとかデフォルメでちょっとご注入したのかということはないじゃないですか。だからまあ下書きで書かれたんちゃうかなと。でそもそもこれ何のために書かれたのかっていうところまで考えたら、そういうふうにあの摂取イズムを別にそんな全力で出す必要はなかった作品かなというところなんですよ。どういうことかというと、これも、公務として書きに行ったと考えたらね、この京丹後のところを、まあ、いずれこう戦場となって、戦いに行くかもしれない、その時の調査として、いろいろ見てきてくれやって言われたとしたら、公務として行ったとしたら、それちょけてる場合じゃないからね、より正確に書くことが大事だみたいな、どうやったら分かりやすく伝えられるかなっていうふうに考えるのが普通なので、そう考えたらまあまあちょける必要もないのかなという、そういうふうに書かれたんちゃうかなというのも、考えられると、はい、でその証拠にこの作品にはね、いろんな地名が名称で書かれてます、はい、ここは何とかっていうところだよ、ここは何とかっていうところだよということで名称が書かれてるんですよ。これっていうのは中国行った時のあれと一緒ですよ。唐の象形図鑑か巻物と一緒で、あれもここっていうのはこういうもんなんだよみたいな感じで場所の名前が書いてましたけども、あれはだから地図データとして資料として、残すことが大事だモードの摂取なんですよ。芸術作品残してやろうぜモードじゃなくて、資料を残すてやろうぜ伝えなきゃいけないぜモードの摂取なので、おそらくこの天の橋立も特にこの下書きの時は、伝えること大事だよのモードなので、こういう風な場所の地名とかを書いてたんじゃないかなというふうに考えたら、あ納得、なるほどねと。じゃあそれが抜いた本ちゃんバージョンどうやったんやろかなっていうのを考えたらね、非常に面白いな、夢広がるなという作品、まあ、未だにね謎ミステリーがたくさんある作品になるんですけども、それも踏まえた上でこちらの作品楽しんでいただければなと思います。はい、で続いてご紹介したいのがこちら。はい、こちらは山水図ということで、こちらはね雪舟晩年の作品というふうに言われています。まあ、もしかしたら絶筆ちゃうかなというふうにも考えられるような、もう最後の作品じゃないかなというぐらいの作品になります。でまあ、作品はね雪舟が書いてるんですけど、上野さん誰が書いたのかというと、雪舟のお友達が、これ雪舟が亡くなった後に書いたさんらしいんですね。雪舟おらんようになって寂しいわ、もうちょっと雪舟おらんかったら俺ももう死んでまうかもしれへんぞみたいな感じのことが書いてる。でそれを受けて実際その人は、後々すぐ亡くなっちゃったらしいんですよ。そのお友達亡くなっちゃったらしくて、でその後また違う人が あいつ雪舟も亡くなって、あいつも亡くなってまたわみたいな感じのことが書かれてますよみたいな、作品になります。なんかすごい重たいなって感じなんですけども、まあ、こういうのも残されてるよっていうことなので、こちらも見れますので、ぜひ楽しんでいただければなと思います。で、こちらの作品っていうのはやっぱりね摂取イズムがバンバン詰まっているのが面白い作品になりますので、それちょっと見ていきたいなと思います。はい、下から順番に見ていきたいんですけども、いきなりねこれペイントイットブラックが使われてるんですよ。ペイントイットブラック、この左の岩場のところこう真っ黒になってますよね。これ今までもう岩場のちょっと上だけを黒く塗るとかはあったんですけども、こんなにめっちゃ塗るのっていうのがね、もうここら辺だったらこれぐらい塗るようになったんやで、もうすごいなっていうのが分かる。もういきなりキレキレやなと。でその岩場を輪郭線で縁取ってるんですけども、これが、恋人描線ということで、これもなかなか力強いなと。で来ました、最強のジグザグ誘導がもうここにもありますよということで、最強の必殺技ですね。これも人物がおることによってさらにこう奥行きに誘われる感が強いなという感じですよ。でそのジグザグ誘導を作っている右側の岩場、この岩場がねめちゃくちゃ面白いんですよ。完全に斜め45度でズドーンって上がってる、こんな今まであったって感じなんですけども、こんな急な斜めの線もどんどん入れていきますよというのが、この晩年の摂取の山水図になるんですね。でこの岩場にも薄積みシャッシャッシャーが使われてますよと。でその斜め45度の上の方に実はゴリッと岩場がちょこっと出てるんですよ。だから今度は今まではゴリッと岩場が主役だったのに対して、今回はゴリッと岩場はあくまでサブで、この斜め45度の岩場の方が、どちらか主役時に使われてる。ここら辺がねこう入れたかったやろうね、本当もうそれしか言いようがない。この斜め45度の岩場をもう近景にこう僕はゴリッと入れたかったみたいな感じで、補摂衆のこう本能が聞こえてくるような、その配置がめちゃくちゃ面白いなというのがこちらの作品になります。
で、これもセンターズドーンに、木が立ってるんですよ。これ木が、どこでもツリーになってます。まあ、デフォルメは、ね、そこまでされてないんですけども、これも明らかに岩場から木生えてますよね。もうこれが面白いなと。でこの真ん中ズドーンにあの木をこんなに高く描くっていうのもめっちゃ面白いなと。普通なんか木って横から生えたりとかして、センターこんなにズドーンでやることってほとんどないんですけども、雪舟はこれはもう真ん中ズドーンに入れたかったんでしょうね。それしたかったからとしか言いようがない。そういう風なのがもう見て取れてめちゃくちゃ面白いなという感じになります。でこれ中景には川かなんか水があって、円形に山が描かれてるんですよね。デフォルメマウンテンで山が描かれてますよと。これはね、あの遠近法をうまいこと使ってるなと。今まで横のこう水平のなんか遠近法って摂取であんま見たことなかったので、これうまいこと綺麗に使ってるなって感じなんですけども、円形の山がねデフォルメマウンテンになるのは分かるんですけども、これ中景の山、建物とかのところにある山っていうのもなぜかねデフォルメマウンテンになってるんですよ。これなんでなんやろなっていうところです。普通ね、あの円形が霞んでデフォルメマウンテンになるっていうのはなんとなく分かる、シルエットになるのは分かるんですけども、あの中景は別にそんな距離感遠くなってないからもうちょっとしっかり描かなあかんのんですけども、なぜかデフォルメマウンテンのシルエットになってる。なんでそうしたんって言ったら、もうしたかったんやろな、もう本能でそうしたかったんやろなとしか言いようがない。こういうところが最後の最後まで面白い作品残してくれるなっていうのが雪舟でございます。はい、で続いてご紹介したい作品っていうのが最後の作品になるんですけど、これはね今までの作品とちょっと違います。今までっていうのは、まあ山水図がメインですよね。風景画がメインで、まあ、1点だけ絵画断筆という、まあ、人物画といったりとか仏画といったのか分かんないですけども、まあ、それがありましたようなんですけど、次は、花鳥画になります。花鳥画、おー珍しい、雪舟の花鳥画ですか、なんですけど、そう雪舟の花鳥画で、しかも、雪舟が絶対描いただろうっていうふうに言い切れる作品っていうのはいろんな花鳥画って残ってるんですけども、これだけだというふうに言われております。それはね今まではそのこの作品というのも伝雪舟、まあ、雪舟かなみたいな感じで言われてたんですけど、割合最近これはもう雪舟の作品でいいよねっていうことで、その伝が取れた作品になります。なぜそれが雪舟でいいよねって言われるようになったかっていうと、破綻してるかららしいですよね。そうなんて、そう破綻してるから、あの整理整頓されてないこの船が変な感じ、もう本能のままに従ってやりたいようにやった感が出てるから、これは雪舟だよねっていうことで、もう伝雪舟じゃなくて雪舟でいいよねってなったらしいですよ。どういうことや、なんか草してんのか褒めてんのかよく分かんないですけども、まあ、それによって、伝雪舟じゃなくて雪舟になった。なんなら、その専門家の方がおっしゃるには、次の国宝候補にはこちらの作品になってほしいというぐらいの、作品が次の四季花鳥図になります。はい、それがこちら。はい、こちらなんですけどね、現物ねめちゃくちゃド迫力でございます。はい、今までの雪舟の、まあ、言うたらデフォルメツリーとか、薄墨シャッシャッシャとかゴリッと岩場とか、ああいうのって風景画として見るからやっぱりねどっかちょっと俯瞰して見える、ちょっと距離あるんですよ。風景の絵を描くって言っても距離あるんじゃないですか、全体見えなあかんから。ただ花鳥画ってよりクローズでよりの構図なんですよ。引きじゃなくてよりの構図なので、めちゃめちゃこうで木の描写とか、どこでもツリーとかデフォルメツリーの躍動感というのが生に体感できる、すんごい迫力があった作品というのがこちらの四季花鳥図になります。それをねもうちょっとクローズアップしていろいろちょっと見ていきたいなと思います。はい、まずねご紹介したいのが右の屏風の木の表現なんですよ。木の表現、これこそねあのデフォルメツリーとどこでもツリーの、寄せバージョンで見た感じなんですけども、すんごいね、ほんとバキボ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 キってどういう風になってんのという、でどこから生えてんのという、でどこから出ていくのみたいな、もう画面の外に出てまた生えてきてとか、もうとにかく乱舞してるなっていう感じ。これがねほんと生命力やばいなというふうに感じました。めちゃくちゃ面白い。でもちろんねこれいろんなテクニック使われてる、恋人描線とかも使われてるし、ところどころ渦積みシャッシャッシャとか使われてたり、味付け墨点とかも使われてるんですけど、何よりそれを置いたとしてもこのデフォルメツリーとどこでもツリーのこのパワフル感がやばい。これはおそらく、戦国時代、安土桃山時代で活躍した狩野派の随一の天才といわれた狩野永徳の代表作「日の傷屏風」っていうのがあるんですけども、それもこっから影響を受けてるんじゃなかろうかと感じ取れるぐらいのすんごいパワフルな枝ぶりでございました。はい、この生命力やばい。
で続いてご紹介したいのがこの川の表現なんですよ。川の表現ちょっとだけせせらぎみたいな感じでね、あのシャーって書かれてますけれども、これがね実はジグザグ誘導になってるんですよ。ジグザグジグザグ、よーく見たらジグザグジグザグで奥の方に入ってる。こんなところでジグザグ誘導使うんかいって感じなんですけどね。風景画のジグザグ誘導はなんとなく理解できるんですけども、課長がねこんななんかもうせせこましいところで実はジグザグ誘導使ってました、ね、使う意味あったのって感じなんですけども、使いたかったんやろね。もう川のせせらぎでもう流れでもうジグザグ誘導使いたかったよね、選手も。それしか言いようがないわっていうところめちゃくちゃ面白い。で近景の岩場、ここにペイントイットブラックが使われてるわけなんですよ。こうすることで木のねどこでもツリーデフォルメツリーのパワフルさに岩場が負けてないんですよ。より近場で存在感を発揮してるんですよ。これがねめちゃくちゃ面白い。このペイントイットブラックやばいなと。でところどころにある恋人描線、これもなかなか力強くあるなと。で右側がめちゃめちゃこう密になってるんですけども、この左側の鶴の背景、ここに薄墨シャッシャッシャーが使われてるわけなんですよ。でこれ薄墨シャッシャッシャーしてるんですけども、これがね岩場なのか滝なのかちょっとよくわからない。滝にしてもまあまあ感じ取れる、水の流れとして感じ取れるし、まあ、岩場と言ってもまあ岩場、まあ、滝とまあ岩場が一緒になってるのかもしれないですけど、こういうふうなところでまあやってるのも非常に面白いなということで、こちらの作品非常に面白い作品になっております。で何よりかによりこちらの作品で一番注意深く見ていただけたのはやっぱり鶴なんですよ。鶴、この鶴がね、実は後世の絵師に多大なる影響を与えている。これはもう間違いなく確実って言われています。それ何かというと伊藤若冲でございます。江戸時代中期京都で活躍した天才絵師伊藤若冲の竹梅双角図という作品があるんですね。それがおそらくこの雪舟の鶴の絵を、今これ鶴離れてますけども、近くにガッチャンコして構図として使っただろうというふうに考えられております。それがこちら。はい、確かにって感じじゃないですか。ちょっと若冲の方がより細かく整理整頓し綺麗に整ってはいるんですけども、その元はどっからどう見てこれ雪舟のこの2羽の鶴をガッチャンコして作ったよねということで、こういう風なね江戸時代中期の京都の奇想の絵師にも影響を与えた。やっぱり伊藤若冲もね綺麗に整理整頓して描くんですけども、根野はねやっぱ本能型のペインターなんですよ。なんかノルマあったのっていうぐらいめちゃめちゃ細かいことやるんですけども、その奥底に眠るなんかもう燃えたぎるような本能感っていうのがめっちゃあるんですけども、やっぱ共鳴し合う部分があったんでしょうね。やっぱ変態は変態を知るということがよくわかるかなというのが、こちらの鶴の作品の部分になります。で続いて左の屏風の方を見ていきたいんですけども、これはね設計になりますね。この塗り残しスノーやばいな、塗り残しすぎやろっていうぐらいもうすごいもう静寂な静筆な雪の景色が描かれてるんですけども、このね塗り残しスノーも絶品ですけども、木のところのね、塗り残しスノー、これがね非常に面白いなと思ったんですよ。この木の塗り残しスノー、まあ、もちろんこういう表現って今までもあったんだろうと思うんですけども、ここからね影響をもしかして受けたんじゃないかなと思える作品というのが、江戸時代中期京都画壇で活躍した丸山応挙の代表作雪松図屏風の、雪の表現、あれもね塗り残しスノーなんですよ。これは雪舟のこっからインスピレーションを受けたと考えても、面白いなと思うんですよ。これは僕の想像ですけどね、いろいろ想像してこちらの左側の方を楽しんでいただければ面白いんじゃないかなと思います。でもう一つね、まだこの左側でもお伝えしたいことがあるんでございます。はい、それ何なのかっていうと、この木の部分で、丸くなってるところがあるじゃないですか。木と木がもう複雑にデフォルメしすぎて絡み合ってなんか丸い輪っかが出来上がってるんですけど、その輪っかを作ることで向こう側が見えてますよっていう表現をしてるんですね。これ真ん中のところにもありますし、一番左側のところにも穴ポコがあって、その奥側が見えてるよという表現を摂取はしてるんですけども、この表現っていうのは穴によって奥側が見えることによって遠近感が感じ取れるよねという表現、これはさっき言った伊藤若冲の動植彩絵とかでも使われてるんですよ。はい、それがこちら。はい、これ雪中金景図という作品になりまして、こちらもね、下の方の雪のところ、これ雪がドローって溶けて穴ぽこボッコーンって開いてることで、奥側が見えますよっていうこの遠近感が、微妙に表現されてる。この穴ぽこで向こう側を見せることによってちょっと、アクセントつけるよっていうのを伊藤若冲めちゃくちゃやるんですよ。それっていうのはもしかしたらこの雪舟の、この四季花鳥図屏風から、インスピレーションを受けて、転用して自分なりに使ったんじゃないかなっていう想像をしてみるとめちゃくちゃ面白いなっていうところなんですよ。はい、で、ごめんなさい、もう一つ
伝えたいことがあります。こちらの左の方で。それ何かというと、左の屏風の一番右側に、詐欺が飛んでると思うんですよ。詐欺。はい。国連を僕実際作品を見た時にあれって思ったんですよ。この詐欺って、まあ、バタバタバタって飛んでるんですけども、あの下見てますよね。で下見てあれみたいな顔をしてますよ。なんか下のなんかを見てなんかあの気づいたよ感づいたよみたいな表情をしてるんですよ。この表現をしてるのを見てあれなんかこれ見たことあるぞって僕感じたんですね。もしかしたらあの僕が勝手に想像してるだけかもしれないですけども、江戸琳派の祖と言われた琳派第三の巨匠酒井抱一の晩年の傑作で、12ヶ月花鳥図っていうのがあるんですけども、そこでねこの表現に類似する表現というのが使われてるんですよ。それがこちら。はい、これはね、白鷺が飛んでまして下にも白鷺がいて上の白鷺が下の白鷺をまあ覗いてますよ見てますよの図なんですけども、まあ、ちょっと白鷺の形自体はちょっとは違うんですけど、でも下を見て何か気づいてなんかこの白鷺が何かを考えてるんじゃないかなっていうポエミックになるよっていう表現を酒井抱一はしたんですけども、それとこの雪舟の、白鷺が下を向いてるよなんか見て感づいてるよっていうポエミックなところっていうのは非常になんか類似するなというふうに感じたんですね。もしかしたら、違うのかもしれないですけれども、もしそういうふうな感じで雪舟のこの白鷺から自分のように感じ取ってそのアイデアだけを吸収して自分なりにこうね描いたのかなと考えたらめちゃくちゃ面白い。酒井抱一っていうのも晩年になってきたらいろんな絵師の筆法描法っていうのをこう貪欲に吸収する時期っていうのがあるの で京都の四条派とかそういった丸山派とかもいろいろ吸収しているので、水戸若冲とかも吸収しているので、雪舟を吸収してても全然不思議ではないっていう中で、この、まあ、アイデアだけを吸収して自分なりに消化させてあそこに転用したって考えたらなかなかドラマって面白いんじゃないかなと、思いますね。まあ、こんな感じで他にも多分いろいろ探せばあると思うんですけども、今まで自分が見てきた日本美術の偉人の作品のルーツが想像ではあるんですけども垣間見れた気がして非常に面白い作品だったなというのがこちらの作品になります。はい、いかがだったでしょうか。今回は雪舟の生涯と代表作っていうのをご紹介させていただきましたけども、いやーなかなか濃かったなと、いやほんま濃かったなと、こんなに濃くなるとは思わなかったんですけど、さすが画聖ですね。いやー深掘りしがいやったなって感じなんですけども、あのやっぱ転機となったのは中国に渡ったことじゃないかなと思いますね。これがあった頃によって雪舟の人生っていうのは大きく変わったなというふうに思います。で当時ね、あの中国に渡った絵師というのは雪舟以外にも、まあ、おるのはおったんですよ。というか、まあ、県民戦で渡った絵師が雪舟一人だったと考える方がちょっと無理があるなと思うんですね。まあ、そりゃそうじゃないですか。雪舟病で向こうで倒れたとか言ったら介護らへんからリスキーすぎるじゃないですか。だから、まあ、何人かその随行カメラマン的な仕事で、船に乗って行った絵師っていうのはいたと思うんですけれども、こんなに作品を残した絵師っていうのは雪舟オンリーなんですよ。やっぱりね、雪舟っていうのはこのここの県民戦で行くっていうことに欠けてたんやと思うんですよ。うん、俺ここで一発当てらんか、ここで本当にもうなんか爪痕残したるぞと、京都で不遇の時代やったけど俺は俺の画風でいいはずなんや、絶対ここでなんか爪痕残したらなんか持って帰ってきなるっていう気迫が、その雪舟の作品の量の多さに、現れてるんじゃないかなと。そう考えたらね、やっぱ雪舟ってこう泥臭いのよね。で作品っていうのもやっぱスマートじゃなかったでしょ。最初言った通り泥臭かったじゃないですか。ね、あの整理整頓されてないのが雪舟だよと、なんか破綻してるのが雪舟だよという感じで本能型のペインターだからね、あのめちゃめちゃ面白いんですよ。味わい深くて泥臭い、こういう泥臭さから生み出されていた作品によって後年リスペクト、すごいこれは雪舟にしか描けないよみたいなリスペクトを集めて画聖として崇め立てられまつってるという風に考えたらね、なんか面白いなと、なんか夢あるなと。やっぱ努力大事、泥臭い、最初から天才なんかいないんだよっていうところなんだろうなと思うんですよ。でも多分本人的には一途にこう絵に向き合って絵を自分流のこう絵を描きて残していきたいというそれに向き合った結果が、こう残ってるんだと考えたらね、非常に面白いなと。で雪舟、いろいろ必殺技言いましたよね。はい、いろいろありましたけどもまとめました。最後ギュッとまとめました。表にしました。もう一回ちょっとおさらいで見ていきましょう。はい、それがこちら。
はい、まずゴリッと岩場ありましたよね。右側からゴリッと岩場出るよね。こう急に出てくるから摂氏のゴリッと岩場ありましたよね。でそれを形作ってるので、恋太病線というのもありますよ。まあ、形作る以外にも他にもいろいろあるけど、濃くて太い病線というのが摂氏の特徴にもありますよと。でペイントビットブラックね、なんでそこ黒く塗るのっていうのをよくやるのよね。あの岩場特に黒く塗るけども、次岩場以外でもなんでそこ黒く塗るのっていうのをやるのが摂氏、なんか黒く塗りたくなる人なんですよ。はい、でデフォルメマウンテン、マウンテンは基本的にはデフォルメしてますよ。なんかよくわからん、すり立ったような山になってますけど、これこそが中国の山みたいな、もうそんな高い山日本にはないですよという形を表現しているのがこのデフォルメマウンテンになりますと。であと薄墨シャッシャッシャ、これもう本当に薄くあってるから、摂州の作品見たら絶対あるから絶対見てて、薄墨シャッシャッシャ、これシャッシャッシャがね、本当ようそんな本能で吐いたようにファーって書いただけやのに、こんな綺麗にできるなんていうの、これもめちゃくちゃ面白いからぜひ見てください。で最大にして最強の奥義、これがジグザグ誘導になります。ジグザグジグザグジグザグ、本当にこうジグザグ誘導多い。なぜあの何か四季花鳥図のこの細いせせこましいところでも、あの川によってジグザグ誘導してるからね、川でジグザグ誘導するのって感じなんですけど、本当にやりたい放題やから、こうジグザグ誘導がそうこそが摂州イズムのもう根源にあると思っていただいて結構でございます。はい、でデフォルメツリーもね、よくあるよね、デフォルメツリー、どんだけ木こんなへちゃけてんのって、すごいデフォルメしてるよ。でデフォルメツリーはどこでもツリーの場合が結構多いですよと。どこから木生えてんねん、もう根っこが分かりませんでっていうのがどこでもツリーでございます。はい、で冬場になったら、はい、塗り残しスノーが出てきますよ。塗り残しスノー、この塗り残しスノーによってね、あの四季花鳥図屏風の中ですんごいもう雪世界がもうそのあーすごい静寂って感じになってるので、この塗り残しスノーも摂取の得意技でございます。で最後、味付け木点ということで、これは全く意味が分かりません。はい、あの規則性が全く分かんないですけども、なんかこんな感じで打ちたくなっちゃった、ちょん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 が味付け木点になります。はい、本当に味付け木点いろんなところにあるけど、この法則性を見つけた方はぜひ僕にご連絡いただきたい。なんか法則があるのか、僕にはない、全く見つからなかったけど、とにかく打ってる、打って打って打ちまくる、打つんだ打つんだみたいな感じで打ちまくってるのがこの味付け木点になりますので、はい、以上、他にもねいろんな特徴あるんですけども、この10個の特徴を、頭に入れた上で摂氏の作品を見ると、めちゃめちゃ親近感湧いて、面白いな、あまたやってんなという感じで、味わい尽くせますので、ぜひ、ね、摂氏の作品を見るときはこちらの必殺技、チェックしていただければなと思います。はい、はい、いかがだったでしょうか。今回の動画で少しでも摂氏のこと好きになっていただけたら非常に嬉しいなと思います。僕はめちゃくちゃ摂氏のこと好きになりました。おもろいな、こんなおもろい絵師がおったんやなということで大好きになったので、皆さんもぜひね、好きになっていただいて、摂氏の作品いろいろ見る機会あると思いますので、楽しんでいただければなと思います。それでは今回もどうもありがとうございました。お疲れ様でした。掛け軸塾では日本美術を学べる授業、日本美術に関する最新ニュース、旬の美術展覧会情報、展覧会などの美術レポ、交流を楽しめる生配信など、日本美術を楽しめるコンテンツが盛りだくさん。ぜひチャンネル登録をして最新情報をお見逃しなく。どうぞよろしくお願いいたします。